はい、皆様改めましてこんばんは。オーストラリアのゴールドコーストからお送りしておりますソーシャルメディア TV マッカイ清美でございます。こんばんは。今日は金曜日ということでですね、先ほどまでサーファーズパラダイスの方に行ってまして、花火ね、週末の花火大会がビーチにあったんですけども、行く時すごい土砂降りでね、大丈夫かなと思ったんですけども、サーファーズの方は全く雨が降ってない状態で、今日本当にすごい花火を至近距離から見てきました。花火を見ながら、あーなんか花火な気分だなって今日思いながらいたんですけれども、先週までもうね、いろいろ大変だったんですよね。まあ、出版のこともそうだし、まあ、本当に4月の先週っていうのはグランドクロスって言って、天体の方でですね、こう十字形にメインな惑星が並ぶといったようなものとか、あと、まあ、月食もありましたよね。満月月食とかあったりとか、この宇宙の天体の中ではいろんなこうドラマが起こっているわけなんですけれども、その影響もきっとね、この地球上の私たちにあるのかなという感じで、とにかくその4月の23日はすごかったですね。もうなんだかね、変にハイパーなエネルギーになっている感じがしましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、それではですね、今日ちょっとこちらの、たくさん資料をですね、皆様にご覧いただきながらね、やっていきたいと思うんですけども、はい、まずは今日はこちらからいきますか。はい、4月25日金曜日、日本時間21時、飛び出す電子書籍を今日は皆様に体験していただこうかなというふうに思っております。さて、まあ、飛び出す電子書籍ってね、実は私もね、3年以上前からやっていたことをちょっと、まあ、今回電子書籍に載せている感じなんですけども、はい、どんなふうにやるかというとですね、はい、こういう仕組みがありまして、はい、ここにですね、私がライブで乗ると、まあ、飛び出してくるこうスライドを作ることができるわけなんですけども、はい、ちょっとこう邪魔になってるのかな、これ大きさとかも自由にこう変えられるんですけども、はい、こんな感じでいきますか。はい、飛び出す電子書籍ということなんですけども、私その電子書籍自体がこれすごい大革命だっていうふうに思ってるんですね。今まで20世紀の、ね、大発見といえばやっぱ印刷の技術とかってあったんですよね。で、かつて私の子供時代の昭和の時代って言ったら、まあ、本は必ず形のあるものって、これも常識だったわけですけども、今これだけインターネットデータの世界になってきて、本は形がなくてもいいんだっていう時代になったんですね。それで今までのその既存の、そういった、まあ、出版であるとか書籍であるとか、そういった長い歴史のあるものが今根底から全く違った仕組みになろうというふうになってるわけですよね。だから一冊の本ができる時っていうのは、まあ、作家さんが原稿を書くし、それに編集者さんとか出版社さんとか印刷をしてくださる方もいるし、それからデザインとか構成をする方もいて、いろんな方の、ね、手が入ってようやく一冊の本が出来上がるわけなんですよね。私今でもやっぱりそのスタイルっていうのは本当に素晴らしいものだと思うし、私自身本がとても大好きな少女でしたので、どれだけその自分が子どもの時に手にした、いろいろなこう本の、ね、シリーズっていうのが自分の人生にいい影響を与えているかってすごくよくわかるんです。ただやっぱりインターネットの時代になってきて、今まで常識だったものっていうのがどんどんこう淘汰されていくっていうのも実際今の世の中にあると思うんですけども、それのやっぱり最たるものというのがやっぱ印刷業界であったりとか、それからまあ流通もそうですよね。インターネットでの取引とかが増えてきましたよね。それからまあ書籍の分野っていうのはこれからものすごい大きな大激動で変化をしていくんじゃないかなと思います。はい、で実際私が今回ですね、この本を出版してみて思ったことは、できたじゃんっていうことなんですね。ちょっと今ためましたけれども、いや本当にね、皆さんね、普段から、まあ、ブログを書いてる方にはそんなにすごくハードルが高すぎて超えられないっていう感じの世界ではないのかなっていうふうに思うんですね。それとやはり、一冊の本ができる時っていうのはまあ、たくさんの方の、ね、手が入るし、いろんな方のこう売り上げとかですね、まあ、そういったものを考えていかないといけないですから、皆さんにこう広く皆さんに買っていただけてベストセラーになるものっていうのをどうしても出版社さんっていうのはこう求めていくと思うんですね。でも私思ったんですけど、電子出版はある意味オタクでいいと思いました。というのはもう皆さんにまんべんなく喜んでいただいて、皆さんが買っていただく、もうまんべんなく広いテーマじゃなくて、
もう一部の人に熱狂的にもう愛されるテーマでもいいのかなと思ったんですね。それで、まあ、例えば、まあ、いくつか自分のやりたいテーマあるんですけども、私でしたらやっぱりソーシャルメディアっていうのはやっぱこれは一番大きなメインのテーマになってくるんですけども、ソーシャルメディアと同じぐらい私が関心があるのがやっぱりモチベーションの世界なんですね。はい、まあ、私自身も結構逆境を自分のモチベーションでこうひっくり返してきたっていう体験はすごくあるんですけども、まあ、ソーシャルメディアのスキル系のものとモチベーションを高めましょうっていう、まあ、心のマインドの世界ってなんとなくこうかけ離れてるようなテーマに思うんですよね。でも私自身が例えば自分で電子出版をしていって、将来的に例えば清見出版でもいいと思うんですよ。清見出版社でもいいと思うんですよ。自分の、まあ、本屋さんだったりとか出版社自体をこうネットの中に、まあ、仮想構築するわけですよね。それでもう来ていただいたお客様にお好きなジャンルの、本を、買っていただくっていう、そういった仮想バーチャル、本屋さん書店とかですね、まあその先にあるのは出版社自体をもう自分でやっちゃうっていうのもいいと思うんですけども、それできると思ったんですね、今回ね。まだ私自身が電子出版というところに挑戦し始めてから、まあ、100日ぐらいなんですけれども、確かに1冊目出した本っていうのはもうプロの方から見たら目が当てられない、もうこんなひどい構成でいいのだろうかっていうようなところいっぱいあると思うんですよ。でも例えば完璧じゃなくても私いいのかなと思うところがあるのは、今まで例えば既存の出版の形だとそれは許されなかったと思うんですけれども、まあ自分出版社ということで自分の世界に入ってきた場合っていうのは、今まで出版になかったことをある程度こうチャレンジしてもいいのかなと思うんですね。だからまず一つ私としては、今日もそうですけども、本の中からこう飛び出していきまして、皆さんに絡むというかですね、これもいいと思うんですよ。今までの紙の本できないですよね、それってね。で、電子出版のいいところの一つっていうのは、まあ文章の中に、飛び先の URL を貼っておくことによって、まあその先にあるブログだったりとかウェブサイトであったりとか他のメディアにですね、こう飛ぶことができるというのがやっぱり紙の上ではできないことなんですね。で、私今日はですね、先読みということで一部と二部に分かれて、私のまあ本をですね、購入していただいた皆様にですね、まあ実践講座というのをね、プレゼントさせていただこうというふうに思ってます。はい、こちらがですね、はい、出版されました。はい、ネットでスイスイ幸運をお取り寄せしていく方法という本なんですけども、はい、4月の18日に発売 だったんですけども 間に合わなくてすいません。はい、もう18日のね、前日にパソコンがもう大荒れになりまして、まあ、ここだけの話、その Amazon の Kindle って、自分で原稿書いて販売できるまで最短で12時間でできるんですよ。だから私24時間前にアップすれば大丈夫だっていう実験は何回もしてたんですね。それで最後の最後までその17日の出来事まで盛り込みたいと思っていて、って書いていて、24時間ぐらいあるから大丈夫だろうと思ってましたら、パソコンが動かなくなるという事件になりました。それで自分のアマゾンキャンペーンというのをこのインターネットで展開しようというふうにもうすでに決めてましたので、もう18日の日っていうのは、今画面重なってますね、18日の日っていうのはもうたくさんもお客さんをこうね、お招きして、30分ごとにこうゲストがですよ、世界中からライブ放送に出ていただくという番組もやることになってましたから、もうこれやらなきゃならないってことですよね。ですので前代未聞の、はい、アマゾンキャンペーンやってるけど本がまだ出てないという。何でしょうか そんな事態になったんですけども、まあそれもですね、面白い体験だし、今度はその電子出版の舞台裏みたいな感じで一冊これまで起こった出来事なんかをですね、書いていこうというふうに思ってます。はい、それではですね、今日は皆様とコミュニケーションを取りながらやっていこうというふうに思ってますけども、ソーシャルストリームの方をご紹介していきたいと思います。はい、ちょっと画面の方をね、変えていきますね。どれにしようかな、本にしようか。はい、では私もちょっとこちらの方にちょっと入らせていただいて、これくらいいきましょうか。あ、この人に入ればいいのね、ほらね、飛び出す、電子出版になってますよね、これでね。はい、では皆様からの書き込みをご紹介させていただきます。はい、あ、嬉しいな、皆さんありがとうございます。今日はマレーシアから、あ、サリーさん一番乗りありがとうございました。サリーさんのご本私も大好きで、もう去年になるのかな、去年、あ、もうその前、
のクリスマスの頃にサリーさんが黒猫本を出版された時にですね、あれ何時間やりましたっけ、サリーさん。真夜中のもう牛蜜時までアマゾンキャンペーンやってましたよね、ライブでね。はい、沖縄を舞台になってましてですね、当時サリーさん沖縄の方に住んでらしたんですけども、沖縄を舞台にして、まあ、黒猫、喋る黒猫がですね、まあ、いろいろそう皆さんのこう心の中に入り込んでいって、心の扉を開くというすごい素敵なじあの本なんですね。まあ、ちょっとこうサリーさんの体験談なんかも入っているご本なんですけども、まあ、それのアマゾンキャンペーンというのがありまして、いや楽しかったですよね。もう夜中、さすがに田村さんとサリーさんと3人でやってた時に、牛蜜時ぐらいになるとだんだん壊れてきますね、みんなね。はい、楽しかったですね、ありがとうございます。はい、そして、大阪から中野美子さん、ありがとうございます。こんばんは。もう美子さん、この間も大阪から赤ちゃん、もう生後4ヶ月、ちっちゃいもう新生児を連れてですよ、新幹線に乗って、まだ私の形のなかった電子出版の記念出版、出版記念お食事会というイベントに、わざわざ東京の方までお越しいただきまして、本当ありがとうございます。で、みっこさんも今日早速ですね、もうダウンロードして、私の書籍を読んでくださったところをもうフェイスブックに上げてくださるというですね、もう本当に作業が早くてありがとうございます。もうママのカリスマのですね、ベビー系教室の、はい、素敵なカリスマ先生でいらっしゃいます。はい、そして、森田幸子さん、こんばんは。 先週の金曜日のね、12時間自分アマゾンキャンペーンの方で、森田さんは第1番にトップバッターで出ていただきましたけれども、私の大好きなお料理系のですね、盛り付け師のスペシャリストの先生です。こんばんは。電子、書籍にパーティー出席者のお名前が全員載っていたのを見て感激でした。おめでとうございます。ありがとうございます。お食事会のですね、写真も皆さんの集合写真で、載せさせていただいたんですけども、私にとってみたら、そういうお祝いの場面に、これ私の宝のリストなんですけど、お祝いの場面に駆けつけてくださった方っていうのは、毎回その度に自分で宝のリストっていうのを作ってるんですけども、これはやっぱり忘れませんね。何かことあるごとにやっぱり恩返ししていくのが、私のこれからのミッションになるかなというふうに思うんですけども、まだ形のなかった4月4日、普通出版記念イベントとかって、はい、できましたって現物あるんじゃないのって皆さんポカーンとされましたけど、まだあの時半分ぐらいしかできてなかったですからね。はい、ですので、その電子出版記念お食事会のお話も今回こちらのね、本の中に盛り込むことができたということになっています。はい、それから、久永さん、はい、鹿児島からありがとうございます。今日後半の方でお話出てきますけれども、サニー久永さんという私の、まあ、電子出版の大師匠がいるんですけれども、まあサニーさんが今回私に電子出版グランプリというコンテストで、まあ、グランプリをいただいたんですね。まあ、それがきっかけで今回もこの100日間で、電子出版ができたといういきさつなんですが、そのサニーさんと私をもともとご縁をつないでくださったのが、実の弟さんの、サニーさんの弟さんのトモさんなんですね。トモさんがいらっしゃらなければ、あの時つないでいただかなければ、私こうして出版してないと思います。本当にその説はありがとうございました。ぜひうちの番組にもですね、はい、ゲストでお待ちしております。鹿児島の方で人気の銀河ラジオさんでしたか、ラジオの DJ さんをされていらっしゃるということで、ご兄弟で大活躍をされていらっしゃいます。はい、そして、福岡県から、平間千春さん、こんばんは。元気でしょうか。アマゾンで購入しました、この表紙とっても素敵ですね、と。ありがとうございます。表紙も自分でデザインしたかったんですけども、今回はやっぱり第1弾ですので、もうプロに今回お任せしまして、まあ、サニー久永さんと同じくこのコンサルの出版グランプリの中で、札幌をベースにしているですね、会社で MTS さんという会社があります。もうインターネットのマーケティングの世界ではものすごいこう短期間で実績を出した会社なんですけども、そちらの皆さんに今回ご協力いただきまして、プロが作ってくださった今回ですね、デザインになっております。千原さんは私のアメブロのデザインを全面的にやってくださっているデザイナーさんなんですけども、私の頭の中にいっぱいこうあれ入ってるんですよ。ね、イメージとか色とかですね、形とかいっぱいあるんですね。ただそれを皆さんが分かる
ウェブのデザインの形にはできないんです、私自身が。なので千原さんに、あ、なんかこう、こう曲線な感じとかですね、リボンがこうくるくるなってる感じとか、いろいろこうね、難しい注文をしてですよ。でそれを千原さんが私の、アメブロのデザインにしてくださったという、そういったいきさつがありますね。はい。そして、知恵、藤沢さん、ああ、藤沢さん、同期生なんですよね、藤沢さん。出版おめでとうございます。今、本のイラストを修正しながらライブ見てますと。はい、もうすぐご出版ですね、藤沢さんね。はい、健康関連のご本をですね、出版されるんですけども、いいなと思って見てたのは、皆さんそれぞれがこう健康に、こうすごくこだわりを持つ職業の方なんですけれども、その、何人かがですね、力を合わせて、まあ、共催しというのかな、共著というのかな、共著で今度は電子出版を藤沢さんされるんですけども、針の先生なんですね。はい。もう針の世界っていうのは、私お友達でも鍼灸師さん何名かいるんですけれども、これ東洋の神秘だって思いますね。薬とかです、薬品っていうのが今本当にこう西洋の、医学を勉強したお医者さん自体もですね、こう疑問に思ってらっしゃるお医者さんなんかが非常にこう私の周り多いんですけども、そういった先生方はやっぱり針とかですね、そういったものを併用して患者さんを見ているすごいスピリチュアルな先生がね、最近増えてきてですね、すごい嬉しいんですけども、藤沢さんね、ご出版楽しみにしてますのでね、またぜひウェブ上で応援させてくださいね。はい、サリーさん、黒猫の夜中まで大変お世話になりました、サリーさん。いや、楽しかったですよね。やっぱりね、私、本当にお知り合いがたくさん、著者さんいらっしゃるんですよ。もう本当にアマゾンで連続こう総合1位を取ってきているようなベストセラーの本を出している先生も多いですし、それからここ最近やっぱり初めて出版を実現したっていう方がうちのお客さんでもとっても多いんですけども、皆さんがどんどんそうやって出版されていくじゃないですか。で、清美様ってよく言われてたんですよね。どれだけ、うわー、みんながそんなに出してた、私だけ出してないなっていうのは、それはちょっとかなりプレッシャーだったんですけど、私やっぱり紙の本よりも電子の方が多分、私の中ではきっと渡りに船だったのかなって思ってますけども、やっぱり次の目標はこう手でね、しっかりとこう存在を感じられる、紙の出版も頑張って目指していこうと思ってます。はい、あ、サニーさん、サニーおかげなんですよ。もう本当に皆さんね、拝みたいぐらいなんですよ。でも私、オーストラリアに住んでますけれども、南半球にいますけれども、決して日本の方角に足向けて寝てません。というのは、もう本当にですね、人の出会いが私はもう本当に宝物の箱なんですけれども、私の今までこう思ってきた夢ってたくさんあるんです。例えば外国に住むこともそうだったし、英語喋れるようになるのもそうだし、幸せな結婚をするとかですね、自分の好きな時間に自由なところにこう移動して仕事をするっていうのも、これも一つの夢だったんですけども、中でも自分が人生の中で一番最長で思い続けてきて、何度もダメになって挫折してきた夢の一つが出版なんですよ。はい、ここ3年ぐらいで実は5回出版のお話をいただいてました。新社の出版社とかね、それから編集者さんとか、出版社さんにご縁を結んでくださるお仕事をされている方とか、いろいろな方とネットでご縁があったんですね。それで、先方さんからお声をかけていただいて、私自身もものすごいもう嬉しくて、もう飛び跳ねちゃうぐらい嬉しかったんですけども、なぜか途中でダメになるのが5回続いたんですね。さすがに皆さんでも5回続くとね、心折れる時ありますよね。はい、でも私の場合は折れてるんですけど、折れたまま絶対なんか両手でこう掴んで立ち上がるみたいなところがあって しぶといですよね。はい、でも今回はそういった人生の中で一番長いこと温めてきた夢を叶えてくださったのは今回サニー・サナガ大先生でございますので、これからはもう私は恩返しの人生に入りますのでね。はい、サニーさん、お力になれるようにもう頑張って精進したいと思います。はい、皆さん今日書き込みがたくさんで嬉しいな。はい、台湾からリョウハ先生ありがとうございます。清美さんご無沙汰です。出版おめでとうございます。ありがとうございます。リョウハ先生、皆さんもうね、私もう本当にね、サイキックとかスピーチの世界大好きなんですよ。ただ
このね、スピリチュアルの世界とか、特殊なやっぱりそのいろんなリーディングの能力を持ってたりとかっていう方はたくさんいらっしゃる中で、本物のダイヤモンドっていうのは実はそんなに多くはないと思うんですけれども、台湾にお住まいの流派先生はもうこれ間違いなく本物のダイヤモンドです。なぜかというと、流派先生が、まあ、1年ぐらい前ですかね、私とオンライン上でライブで、私の、まあ、名前とかですね、生年月日とかいろいろなものをいろんな手法をですね、こう上手にこう混ぜてミックスして私の鑑定をしてくださったんです、オンラインで。で、どれくらい皆さん的中してると思いますか？流派先生のお客さんの中では80%超えっていう、まあ、定評のある先生なんですけど、ちなみに私今80%超えてますね、流派先生が鑑定してくださった中のお話で。それで一つだけ不動産の話だけは去年実現しなかったんですよ。急に来ましたね、先週急に買うことになって、不動産をですね。いやー、すごいな、もうあっという間にこう80%をガンと超えて、もう90%ぐらいの達成率になってますけども、もうその先生本当お世話になりましてですね、ありがとうございます。清美さん、ここのほくろは取った方がいいですよってリハさんにこの間アドバイスをいただきました。なんか3本の指のこう、ここ顔の中心に入るところ、ここにあるほくろはよくないんですってよ、女性の方特にですね。特にここの眉間にある、この辺にあるほくろは交渉するにあたって非常にこう厄介な難を運んできてしまうほくろなので、清美さん取った方がいいですよって流派先生にこの間アドバイスをいただいたんですね。あともう一つ私が気になっているのは、この3本の線の中に入る中で、ここのところにですね、実はちっちゃなほくろがあるんですけど、もうここね、恥ずかしい話なんですけど、毛が生えてくるんですよ、親父みたいに。嫌でしょ、ほくろの真ん中から1本だけものすごい、なんていうの、たくましい毛が生えてくるんですよ。で、それ切らないと伸び続けるんですよ、怖いでしょ。で、私、湯浅先生に、このほくろはもうすぐ取った方がいいですよねっていうふうにご相談したところ、清美さん、それは実はですね、中国では非常に縁起のいいほくろなんですっていうふうに言われたんですね。毛が生えてくるほくろは、毛が生えておくままにすると、これ運がいいと。だから中国では顔のところからビヨーンと長い毛がこう出たままにしておくのがいいんですっていうふうにおっしゃったんですね。で、ただし毛を切ると良くないというアドバイスだったんですね。だから皆さん、どっちを取るかですよ。初対面の方とかお会いした時に、やっぱり顔の正面にあるでしょ、毛が元気に伸びてると、やっぱり皆さんこう心の底見られるんですけども、それに耐えられる強靭な精神力のある方は、ほくろ、毛の生えるほくろはぜひ残しておいた方がいいと思いますね。私も実は残ってるんですけども。はい、ということで皆さん、流派さんは渡辺ひろみさんという日本の方なんですけども、そういった占いの世界では流派先生、龍に羽と書いて流派先生なんですけども、この方本当に素晴らしいですので、ご縁があったらぜひね、鑑定していただくといいですよ。はい、それからシドニーからありがとうございます。よし、元気、久しぶりだね。はい、出版おめでとうございます。オーストラリアの輝く星ですね、ありがとうございます。今日花火見てきてね、サーファーズですごい雨だったのよ、ここ辺が。それでサーファーズ行ったら全然雨のもう形跡もなくて、本当に15キロぐらいの差なんだけど、うちの周りはもう豪雨ですよ。それでサーファーズのビーチ沿いはもうカラッと晴れ渡っていて、南十字星に花火ですよ。うわー、やっぱオーストラリアいいなーとか思って、こう夜空を見上げてましたけれどもね。よし、元気、シドニーでね、シドニー開催のセミナーでも本当に彼女にお世話になって、私が本当に惚れ込んで秘書にしたいと思った方です。これからオーストラリアも盛り上がってきますから、よろしくお願いしますね。はい、そして、中野さんですね、幸子さん、こんばんは、ご出版おめでとうございますと、ありがとうございます。中野さんご自身も、4月の14日にご出版されたばかりの方なんですけれども、私とは、セミナーに来ていただいたのがご縁でですね、あとやっぱり海外にすごく長く暮らしていらした方なので、まあ、そういった方で海外マインドつながりみたいなのもあるんですけども、皆さんすごいご本を出版されました。35歳からね、ここからがすごい幸せ、結婚がね、皆さん手に入ってくるという、まあ、中野さんご自身の、まあ、体験談とかがたくさんこう盛り込まれているですね、ドラマセラピーのご本なんですけれども、ぜひ皆さん、
ねえ、幸せな結婚はやっぱり生涯の中でも何にもか、あの買い難い、すごい宝物だと思いますので、ぜひ中野幸子さんのご本ですね、おすすめの一冊でございます。はい、そして、サリさん、ご本拝読しました。片瀬さんとのストーリー、泣けましたと、ありがとうございました。片瀬さんと出会った日は、あの日もすごいアクシデントでですね、まあ、イベントを共催してたんですよね、女性向けの。で、銀座の、まあ、素敵なレストランで開催をしてたんですけども、なんと司会者というか、まあ、イベント共催している相方が病気で来れなくなっちゃったんですね。で、そんなタイミングの時に片瀬さんの個人コンサルを朝入れてまして、予定で。それでもう片瀬さんが来る5分前に、もうイベント自分でゼロから作らなきゃいけないっていう状況になりましてですね、いや、ものすごい大変だったんですけれども、でもそれが逆にすごく転機になって、まあ、片瀬さんその後スマイル専門フォトグラファーということで、ものすごい大活躍されていましたけれども、今回私のですね、ちょっと私どきますけど、本のですね、こちらの表紙に使っています、こちらの写真なんですけど、これが片瀬さんと初めて出会った2012年の12月8日、今でもよく覚えてるんですけども、この8日の日に私のイベント会場で3000枚ですよ、皆さん、3000枚撮ってくださった写真のうちの1枚、私のすごくお気に入りの写真なんですけども、今回お名前のクレジットも入れさせていただいて、写真の方を使わせていただいているんですけども、はい、まあ、片瀬さん、本当ドラマチックに人生を大激変された方でございますね。嬉しいですよ。そうやって本当に親しい方がもうどんどんこう活躍してですね、もう世の中にもうどんどんこう羽ばたいていくっていうのは、まあ、これはもう醍醐味でございますね。はい、それからアマゾンで購入されしましたと、本からも勉強させていただきますと、はい、幸子さんはノマドの方でね、勉強していただいたので、私、オンライン講座をやってるんですけども、そちらの方で幸子さんは去年の1月号ですよね、8期生で勉強してくださったんですけれども、はい、幸子さんにとってみると、ちょっとこう復習みたいな感じになると思うんですけども、新しいネタも盛り込んでますので、ね、ぜひ使ってください。はい、久永さん、先週幕張でのイベントで清美さんにすごいことがあったようですが、九州から参加した友人が聞きましたと。そうなんですよ、アンソニー・ロビンズと会話させていただきましてですね、はい、はい、タラララッタ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 ラララララもうあれですよ、もう13日にイベント、アンソニーの終わってですね、3日間、もうエネルギーが止まらないんです、皆さん、すごいんですよ、まあ、アンソニー・ロビンスといえばですよ、世界ナンバーワンのコーチですよ、ネルソン・マンデラとか、ダイアナ妃とか、マイケル・ジャクソンとか、アメリカの大統領のクリントンさんとかですね、まあ、そういった名だたるこう VIP のコーチなんですね。はい、で、まあ、そういったナンバーコンチが、まあ、日本にやってくる、まあ、初来日なんですよね。で、私大好きなんですね、そのモチベーション系のセッションとかがですね。だから、まあ、アンソニー・ロビンズさんではないんですけども、まあ、アンソニー・ロビンズさん系の海外のセミナーってたくさん出てるんです。それで、まあ、でも本当の世界のナンバーワンっていうのは今まで見てなかったんです、意外なことに。で、まあ、うちの近所のゴールドコーストの、会場でよくやってるんですよ、毎年、6日間の、デートウィズディストニーというやつなんですけども、で、それ、ものすごく高額なんですよ、本当高額なんですよ、でももう2000人、3000人ぐらい入るんですよね。で、今回、日本は6000人から7000人ぐらいの間ぐらい入ったらしいんですけども、まあ、そういったイベントを日本でやるって聞いたときに、もうね、即決、もう見たら瞬間に、あ、もう行くって決めてたんですね。なぜかというと、ナンバーワン見ないとダメです、皆さん。世界ナンバーワン、ナンバーワンを見ておくっていうのはこれとても大切なことで、私自身もまあ、コーチングの手法を使って自分のオンラインをやっていますから、常にこう勉強なんですよね。どうしても自分のやり方だけに固執してしまうと、今何が流行っているのかとか、どんなものが新しいものなのかって分からなくなってきてしまうんですよ。だから常に私は自己投資として毎年、まあ、何百万円の時もあるんですけども、自己投資として、まあ、そういった他の方のセミナーとかってよく出るんですけど、今回はもうすごかったですね。はい、もう
ハートをバンと打ち抜かれるような体験をたくさんしましたし、それからアンソニー・ロビンスのセミナーの中ではよくブレイクスルーという言葉を使うんですけど、自分の今までこう抱えていた、なんかこう突破できない殻みたいなのがあるんですよね。誰にでもあると思うんですけど、それが一気に爆発したような感じですよ。ひび入ったとかそういう生易しいもんじゃなくて、バーンって感じですよね。バーンみたいな感じ。それで私見えちゃったんですよ、自分の、ミッションとかフォーカスとかそういうものが。で、6000人の会場の中で私決めてたことがあるんですね。もう6ヶ月ぐらい前にセミナー申し込んだんですけど、絶対会場でアンソニー・ロビンスと話をするっていうのを決めてたんです。それでもう本当にイメージトレーニングをしました。で、いろんなシチュエーション、例えば、あなたの悩みはどんなことだとかですね、それから、なぜここに来たんですかって質問されるシチュエーションも考えましたし、それから、なんかこうグループワークをしてシェアした時のあなたの発言みたいな、いろんなシチュエーションを考えました。それで頭の中でもう一通りそのアンソニー・ロビンスさんのセミナーというか講演を受けてるっていうイメージを何回もイメージしたんですよ。それでいつ話しかけられても、どんな切り口で、自分にチャンスが回ってきても、絶対自信持って答えられるっていう、もう変な自信があったんですね。それで、もう一つ自分で決めたことがあるんですけど、私、英語で喋ってますし、英語も分かるんですけど、アンソニーの英語ってめちゃめちゃ早いんですよね。だから、今回その翻訳機が入って、日本のすごい素晴らしい通訳さんが訳しているのを皆さんこう聞けるタイミングがあったんですけど、私はね、今回はそれを使わなかったんですよ。というのは、100%アンソニーのあの超速い英語は分からないと。だけど7割でも8割でも分かればいいっていうところで決めたんですね。で、それなぜそうしたかというと、アンソニーが話していることを翻訳機にかけちゃうとテンポ遅れるんですよ、0.5秒から1秒ぐらい。だから、アンソニーが例えばこういう感じだけど、シェアした人って言った時に、日本の方は翻訳機を通して聞いてるから、1ぐらい遅れるんですよね。1秒ぐらい遅れるんですよね。私ダイレクトで聞いてますでしょ。だからアンソニーから、なんで君たちここに来たの、シェアしたい人って朝一番で、投げかけてくれた時に一番最初に手を挙げたんですよ。で、前から2列目にいましたけどね、前の方にいたっていうのもあるんですけど、一番に手を挙げました。すぐ指してもらえたのは、そういういろんなこう理由があったと思うんですけど、一つはイメージトレーニングをすごくしたということと、それからちょっとエクストラなご料金を払って、ダイヤモンド席という前の方の席を買ったんですね。それであと朝早く並んで、5時ぐらいから並んで、そんな早く並ばなくてもいいんですけども、整理券みたいなの出るんですよね。だから前の方のお席なんだけど、それでもこう真ん中で聞きたかったんですよね。だから朝5時ぐらいに並んで、会場セミナー始まる9時ぐらいなんですけども、整理券をもらえるのは7時からだったんですね。だから7時に、5時から7時まで2時間並んで整理券をもらって、ですぐ隣のホテルに1回帰って朝寝して、で9時のセミナーに行くっていうような感じをしてたんですけども、そんな感じで、努力もしましたですね。でも本当にアンソニーから刺されて、英語でやり取りをさせてもらったんですけど、本当に幸せな気分でした。私、今回の本の中にも書いたんですけれども、英語が話せなくてものすごい恥をかいた人なんですよ、もともと。で、いつか自分の気持ちを英語で、ネイティブスピーカーと堂々と渡り合える自分になりたいって何年も思ってきました。で、今回何十年もかけて、ああ、ようやく20代の時にすごい恥をかいたものが、なんか一つ目標として達成できたのかなっていうのはすごく嬉しかったですね。いやー、アンソニーと直接話せて本当嬉しかったですよ。もう日本までわざわざね、本当飛んでいった価値が私が想像していた以上でしたね。はい。でもうすぐに12月のフロリダ、今度ね、6日間あるんですけど、フロリダもすぐ申し込みました。はい。で、来年の2015年の4月は私たちの街合同コースにやってきますけど、もちろんそれも参加する予定なんですけども、まず今年の12月にフロリダの方にね、行く予定になってます。はい。中野愛子先生ね、ご出版おめでとうございます。Kindle を iPad にダウンロードしました。これからダウンロード、したい、
して第6章を楽しみにしてますと、中野先生には第6章を聞きますよ。いいですよ、第6章はですね、今日先読みということでですね、やっていきたいと思いますのでね、ちょっと内容の方をまだご購入してない皆さんにもちょっと先読みでお話ししてきます。中野愛子さんは私の個人的、それから私のプライベートカンパニーの全部の会計をやってくださっている先生なんです。で、23日の日に中野先生のセミナーが合同講座で開催されて、私行ってきたんですけど、中野さん、あの日グランドクロスでしたよね。はい、惑星がこう十字に並ぶという、すごいもう宇宙からものすごいエネルギーがいろんな意味で来てた日なんですね。で、吉と出るか凶と出るか、ものすごく極端な日だったらしいんですけど、私はあの日もう本当すごいミラクルの日でした。中野さんのセミナーの中で、中野愛子先生自体がその会計士さんなんですけれども、スピリチュアルな会計士さんなんですね。ですから既存 の古いスタイルの会社の経営がどんどんこうこれから成り立っていかなくなるっていうお話を、こうスピリチュアルのことを絡めてお話をしてくださったんですけども、それとあともう一つ、お金のマインドブロックの話をしてくださったんです。それで私その日にね、すごい体験をしました。どういう体験かというと、私お金のマインドって自分で気がつかなかったんだけど、意外とブロックかかってたんですよね。それに気がついたんですよ。で、それ何かというと、例えばお金好きな人って質問されたんですよ。そしたらみんな手を挙げますよね。で、その時に質問があったのが、税金をたくさん払いたい人って話があったんですよ。誰も手を挙げないんですよ。そこで中野先生がお話してくださったのは、税金を高くたくさん払えない人は高額所得者でもないわけなんですよね。分かりやすくないですか。つまりたくさん税金を納めてる人っていうのは、それだけ何倍も収入がないとそんな高い所得税で払えないわけですよね。はい、だからこうせっこくせっこくこうみんなに取られない取られないとかね、本当にもう安いものだけ、これ賞味期限大丈夫かなっていうものをせっこくせっこく買っていく節約の方法が幸せだって人もいるかもしれないと。だけどどんどんお金って使って循環させて、自分のために先行投資することも大切だと思うんですよ、勉強とかで。あと大切な人のためにこうね、喜んでタイマーはたくというような、そのマインドブロックがねポーンと取れたんですね。それでその日うちの旦那さんの両親が市民権のセレモニーがあったんですよね。外国から移民してきた人なんですけども、晴れてオーストラリアの国籍を、もらえたので、市でお祝いしてくださったんです。で、中野先生のセミナーが午前中にあって、そのまま午後すぐその駆けつけてですね、セレモニー出たんですけど、オーストラリアって多民族国家なんですね。で、その日そのオーストラリア人 になってセレモニーでお祝いしてもらった人の国のバックグラウンドっていうのが、なんと皆さん19カ国もあったんですね。それでいろんな国の人がこのオーストラリアの国を作っているわけなんですけど、うちのお姑さんももともとはアイルランド人です。それから姑の方はですね、スコットランド人で、うちの旦那さんはイギリスで生まれてますから、イギリス人なんですけども、うちの家族の中だけでも、いろんな国籍がいたわけなんですけど、今回は両親がオーストラリアの国籍を取ったことで、私以外はオーストラリア人という今雰囲気になってるんですけども、感動して、それで本当良かったねって、何年もやっぱかかったんですね、市民権を取れるまで。で、本当嬉しくて、それで、オーストラリア生まれの甥とか姪とか、弟夫婦なんかも来てですね、美味しい中国料理屋さんに行って、本当に美味しいお料理をいただきました。で、本当にね、嬉しくて温かくて、なんか家族の中にいるっていう本当にいい時間だったんですよ。それでやっぱ大人7人もいて、子供もたくさんいて、それを一人で支払うとある程度の金額になるんですけど、これほど気持ちよく価値のある使い方でお金を私支払ったっていうのが本当に久しぶりだったんですけど、本当に良かった。だからこれからはもうどんどんそういった感じでお金を循環させていって、それで皆さんからお客様がいただいたお金、ね、報酬とかいろいろありますけども、もうそれはどんどん喜んで、なんていうかね、サックスとして支払える地盤を目指したいと思っています。ついこの間までの私は
なんとか節電できないかなっていうようなやっぱりせこい考えにありました。だからここの部分の経費はどれくらいまでマックスで計上できますかとか、そういうせこい質問結構多かったんですけど、もうそれも大切だと思うんですけどもね、経営っていうのはそういうバランスが大切ですけども、 そこを、まあ、あまりケチケチしないでね、しっかりとその例えばお世話になった方にももうすぐ報酬をお支払いするとか、それからタックスもきちんと自分の義務としてこの国のために恩返しできるように払える自分になりたいということは本当に思いましたね。はい、中野先生、ぜひまた次回も講座の方楽しみにしています。どんな質問をされたのか教えてくださいと、はい、アンソニーはねこうやって言ったんですよね。3日間のセミナーだったんですけど、そのうちの1日目はなんとすごいゲストが本田健さんとかですね、いやもうすごいもう著名な方が次々と出てくるんですよね。でこんなにすごい盛りだくさんのこんなすごいもう方々が1日のうちに5人も6人もステージに登壇されるんですよ。これはすごいなと思ったんですね。ジェイ・エイブラハムさんとかも出てきちゃいましたからね。それで1日目はそんな感じでアンソニーは全く姿を現さなかったんです。それで2日目はですね、もうアンソニー、もうフルアンソニーっていう感じだったんですけれども、朝9時からアンソニー出てきました。それでどんな登場の下がかったっていうと、アンソニー系のセミナー出た方がコミュニティを作ってるんで、その中では動画とかオフィシャルのやつが出てるんですけど、ライブコンサートみたいな感じですよ最初。はい、ダラララッタ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 ッ、7000人超ですよ。で私はそう好きだからもう前行ってるんですね、ハワイとかカプルコとかわざわざこう遠くまで行って、モチベーションのセミナー行ってるんですよ。日本人一人だけでみんな英語圏の人ばっかりの中に入っても平気なんですよ。でもこの雰囲気日本の人無理っていうのが実はあったの最初。私はね英語圏住んでるからハーハーとかフーフー、もう当たり前なんですね。でも日本の方は無理だろうと最初高くかけてました。びっくりしました。もうアンソニー・ロビンズが出てきてる前からみんなうわーってこうステージのところにこうねうわーっと殺到しまして、もうすごかったですよ。私前の方の席いましたから、なんか行くぞの時はバーンって前の方に行って、私いつも真ん中にいたんですけど、でそれでも後ろから押されて本当心臓止まるかって思ったぐらいみんなすごくてですね、で拍手の仕方がこうやってこういう感じなんですよ。行かないと分かんないんですけど、皆さん今度フロリダ人に行きませんか。でどんな質問をされたかなんですけど、はいエビバディみたいな感じで日本来たよみたいなのが最初あって、なんで君ここに来てるのってシェアしたい人って言ったんですね。で私はいって手を挙げてで当てられたんですけども、で OK じゃあ why are you here みたいな感じでアズに聞いてくれて、で私マイクが来たのでマイク越しにですねお話しさせていただいたのは、 I wanted to really see you that's why I'm here って言ったんですね。あなたにものすごい会いたくて、だから私はここにいるんですって話しました。でアンソニーは結構最初キョトンとちょっとしたんですね。で何このテンションみたいな感じでちょっとアンソニーキョトンで、あそうなのみたいな感じで、でアンソニーが次に2つ目の質問で、じゃあなぜねここに来てあなたは何をこの、アンソニーのセミナーから持って帰りたいのかっていう質問があったんですよ。でそれに対しても私も何百回とシミュレーションしてたんですよ。何百回とですよしてましたので、スルッとこう英語が出てきたんですけども、こんなふうに言いました。My life is fantastic and I'm really really happy my life, but I knew I have something extra, something special in my mind, in my inner. So I wanted to find what is this? I wanted to find what is more possibility. That's why I'm here. って言ったんですね。はい、これ日本語で言うとどういうふうになるかっていうと、私すごく本当に今幸せなんですよ。愛する家族もいてくれて、なんて言ったら健康だし、好きなことを仕事にできていて、もうなんだろうな、本当幸せなんですよ。なんだけども、もう本当幸せなんだけど、でもまだこれって氷山の一角のような気がしてるっていうことを言ったんです。ね、もし自分がその自分の可能性を開くことができたら、今の幸せよりももうとてつもなくものすごいものがあるんじゃないかっていうことを漠然と考えているので、それを知りたいと思って発見したいと思って来ましたっていうようなことを話しました。そしたらアンソニーが、なるほどねって、
もっともっともっとっていう感じで今回参加してるんだよねみたいなように話してくれて、そうですって答えました。それでアンソニーのセミナーの中ではよくものすごい人生で落ち込んでてもう死んでしまいたいと思うようなレベルの方もいらっしゃることがあるそうなんですよね。清水社長のコメントとかで見たんですけど、でその場で速攻で個人コンサルみたいなのがバーンと会場で始まることがあるんですって。それでいきなりそんな感じで私そのセミナーの始まりにもう私はもうすごく、ね、元気いっぱいでみたいな話をしましたよね。でなぜそこでそのタイミングでそういう話をしたかというと、私多分みんながなんていうのかな、私ほら海外のセミナーいっぱい出てるじゃないですか。だから最初切り込み隊長みたいにやってあげるときっとみんなが発言しやすいだろうなってちょっと思ったんですよ。それでそれが例えばいきなりこう朝一番でもう今日から今から始まるよっていう時にね、いきなり自分のこうすごい大変な話をするとせっかくこうやって盛り上がったとね、みんなこうシュンとしたじゃないですか。でいろんなことを思い出したりとかするじゃないですか。だからまずは一番最初もうアンソニーが日本に初めて来た、それでアンソニーが今日初めてみんなに顔を見せてくれるって、その時はやっぱり切り込み隊長で日本元気よみたいなのをちょっとこうなんか行きたいなっていうふうに思ったのがちょっとありましたですね。はい、まあ、空気読めない私なんですけども、その辺はなんとなくこう動物的な感じで、朝一番はやっぱり爽やかな方がいいっていうのは感じましたね。はい、ヨッシーさん、それぞれ、それぞれ幕張と私の知ってる人が何人か参加していて、みんなそれぞれにミラクルが起こってて、あらやだ清美さん一番すごいかもって泳ぎ抜くと見てましたっていやまあ、オーストラリアでも、ね、よくねやってもうちの近所でやってるんですけども、アンソニーすごいよね、うん、いいよねってずっと思ってたんですけど、なぜか、あんな近所、うちから15分くらいのところでいつもやってるんですよ、デートで部室に行って。でもなんで今まで行かなかったのか逆に不思議なのは日本行って分かりました。あ、私はやっぱり日本人で祖国をすごく誇りに思っていて、初めて世界ナンバーワンが日本に来てくれるこの2014年のこのタイミングで私はアンソニーに会うんだっていうのがね、意味が分かりましたね。すごいもう溢れんばかりの愛国心が後出てきて、もう本当に日本をもう本当に抱きしめたくなりましたねそれ気がつかせてくれたのアンソニーのやっぱりエネルギーありましたですね。はい、清美さん横列で失礼、愛子さんシドニーで攻めさせましょう、やっぱりしましょうとやってください。あれもでも確か来月かな、シドニー行かれますよ愛子さん。だからその前の日か後の日にスピリチュアル系 のセミナーやられないと思いますよ。でやっぱり税金の話とスピリチュアルの話相反するような感じのテーマですけど、中野先生はそれを融合させた話ができます。うちの会社というか、まあ、私個人会社やってるんですけど、最初愛子さんにお会いした時にもう私会社清算するために中野さんに仕事をお願いする予定だったんです最初。それがこんなにスピリチュアルですごい素敵な方がいるんだったら、あと半年だけ頑張ってみようって自分に思ったんですよ。それでもうお金のことは全部中野先生が計算してくださるって分かった安心感もあったんですけど、中野先生に出会って本当は会社清算してもう辞めるつもりだったところがおかげさまで、はい、バーンみたいな感じでね行きましたですけどね、ありがとうございますはい、ね、シドニー行きますよということでね、ぜひ日程合わせていただきたいと思います。愛子さんありがとう、キムさんごめんねって、あ全然いいよ大丈夫よ、もうそういうふうな会話をしてもらうためのこのソーシャルストリームですのでね。はい、キムさんこんばんは、遅刻しましたが着席なおとありがとうございます。もうカオルさんは今回も私カオルさんと秘密の、はい、お泊まりを日本でしてきましたけれども、私がもうどんな状態であれ、もう箱崎さんには心を疲れてる時も病気の時にもかっこ悪いところも見せられる数少ない一人ですよ、ありがとうございます。はい、皆様からのソーシャルストーリーも今日たくさんねいただきましたので、ちょっと時間が押しましたが、ここからがね、先読みコーナーということでやっていきたいと思います。先読みコーナー飛び出しております今電子出版がですね。はい、まあ、ちょっとバックグラウンド飽きてきましたので、ちょっと別のものにしたいと思うんですけれども、はい、ではですねちょっとデスクトップ画面にしまして、はい、実践講座の方、ここから実践講座なのって言われそうなんですけどもねはい、実践講座の方やっていきたいと思います。ちょっと私ちっちゃくなりますね、はい、これくらいにちょっとなりました。
では先読みコーナーということでですね、はい、早速皆様に、まずどんな内容なのかということでですね、気になりますか皆さん。はい、ではですね、あ、これアンソニーに書いた手紙だった、ちょっと待ってくださいねちょっと待ってね、これじゃないこれじゃないこれじゃない、アンソニーにはメッセージを送れるっていうコーナーが今日までだったんですよ。でもうもちろん私は書きましたけどね、はい、ちょっと待ってくださいね。デスクトップに入ってる、今ねもう作業してますから、デスクトップがもう大変混み合っておりますけども、はい、こちらですね、これが私今回電子出版の原稿っていうのはワードで書いたんですね。はい、で目次なんですけれども、はい、まずスペシャルサンクスというのがありまして、今日は実践講座するところは第1章なんですけれども、はい、この目次の一番最初に出てくるのはね、これ皆さんお世話になった皆様方への、ショートメッセージということで、今回は私の出版、記念イベントに来てくださいました皆様のですね、はい、こう写真なんかを使わせていただいております。はい、でこれ表紙なんですけれども、はい、こんな感じですね。はい、では今日はですね、この皆様のお名前を一つ一つこうやって本の中に原稿で書いてるときにね、やっぱり一人一人のことをお顔を思い出すんですよね。うん、それで出会った経緯とかもその経路とかもすごくその時にこう思い出すんですけれども、ちなみにこの出版記念お食事会に来てくださった皆様は全員がネットからご縁をいただいて一緒に仕事をしてきたり、それから本当に個人的に仲が良かったり、また大半はうちのオンライン講座の受講生さんなんですけれども、本当に日頃から大切な大切な大切な皆さんでございますね。また来れなかったけれども、たくさんメッセージをいただきました。どうしても日程が合わないとかね、いう方もいらっしゃって、その場合にもレス率が非常に高くって本当に嬉しかったですよね。うん、それとその日にちょうどうちの出版の記念会の時にプラハに滞在されていた高橋珠美さんや西岡美希さんといった大切な方々は、なんとプラハからもう抱えきれないほどのバラを送ってくださったりとか、またアポなしでね、私 のネット上の実の弟の坂田さん駆けつけてくださったりとか、それから先ほどお話に出た片瀬さんが芸能人みたいなお花を送ってくださったりとか、本当に嬉しかったです。はい、ではまず第1章なんですけども、先読みということでご本を持っていらっしゃらない方にもこの第1章の今日ね公開していきたいと思います。ちょっと画面がですね文章だと見えづらいので、私ちょっと読んでいきますけども、はい、まず初めにのところですよね。はい、こんなことを私いつも考えてるんですね。この本はあなたがネットを活用して幸運をすいすい、お取り寄せするためのヒントについて書いた本ですと。インターネット用語や難しいパソコンの操作が分からなくてもネットを活用して幸運を引き寄せるヒントを知りたいという方向けに、その方法とマインド法が書かれています。また出版はこうあるべきという決まり事や、出版の正しいお作法はこの際省かせていただいてというのは、私たちが知らないんですね、お作法をね。とにかく私がこれまでにネットを使って、便利だった事例とやり取りを実用的に書いています。したがってあなたが、これができるというところだけまずは真似して使ってみてください。この本はパソコンがそんなに得意でない方でも普段メール送信やネット検索ぐらいはできるわという方のために書いた入門編です。はい、入門編ということは皆さん中級編も応用編も出てくるということですので、楽しみにしてくださいね。はい、ネットでスイスイ幸運をお取り寄せするにはちょっとしたコツがあります。それはネットの向こうには良きものがある信じることなんですね。あなたがネット上に良い種をまけばネットに乗って良い収穫が得られるという非常にシンプルな仕組みになっています。毎日物も人も機械も出会いも人脈も良いものがネットに乗ってやってくる楽しいイメージを持ってネットに接続するんです。はい、ちなみに私ネットに接続するときに今日もよろしくねって言いながら接続してるんですよ。でメールを送るときとかもそれ行ってこいって送り出してるんですよ。やってみてください皆さん。はい、テレビのチャンネルの感動のドキュメンタリーに合わせるか、ホラー映画に合わせるかであなたの体験は大きく違ってくるように、あなたの運を悪くするような有害な情報や人から遠ざかることも幸運を取り寄せることには大切ですと。これすごい大切。例えば世の中には悲惨なニュースとか凄惨な事件とかたくさんありますね。でそういうショッキングなものほどやっぱりこうみんなの気を引いていくというのもあって、ニュースとかねそういうのはが多いですよね。だけどじゃあ分かりました、そういう凄惨な事件がありました、
で、それを聞いて自分がものすごく重い気分になって悲しくなってっていうのは私はどうなのかなっていうふうに自分で思うんです。それでもちろんね、世界が平和になったりとか、みんながこう豊かになって幸せになったら、これもう本当に素晴らしい、本当に天国のような世界だと思うんですよ。でも、自分の気持ちをものすごく悲しませれたりとか、こうすさんだような気持ちになる、ものから遠ざかるっていうのは、これ大切なことだと思うんですよ。それで、まあ、自分自身が本当にアンソニー・ロビンスのようにですね、もうあふれんばかりに自分のことは自分でできるようになった時に、そしたらもう周りの方にもどんどん与えていかれるというか、そんなことがきっとできると思うんですね。だからあえて例えば、みんなのこう足を引っ張って悪口を言って、みんなを傷つける人から遠ざかりましょうというのは、そういう人の周りにはどうしてもそういう悪口が好きな方が固まっていることが多いんですよ。だから、まあ、そういう、悪口を言って人の足を引っ張ってこう誹謗中傷するチームみたいなところからはぜひやっぱ離れてほしいなっていうふうに思うんですね。はい、続いてちょっと読んでいきますけども、あなたが誰かに悪意を持ってネットで攻撃し、誹謗中傷などをして自分の幸運ポイントを落とさないようにしましょうと。はい、これすごい大切なんですね。ネットで匿名で書けば見えないからいいじゃん、どんな悪口を言ってもっていうふうに思っている方も少なくないかもしれないんですけども、結局匿名であなた自身がね、誰かって特定できなくても、その悪意の気持ちっていうのは気として、なんかな、念として必ず自分にですね、これ跳ね返ってきちゃうっていう仕組みが分かると、そんなことしてる暇はなくなるんですよね、人生の中で。いや本当ですね。だから例えばもうなんか人生うまくいかないとか、なんかいつまでたってもなんか不幸だとか、そういう方って、まあ、被害者的な意識でね、どうしてもそうなってしまってる方もいらっしゃれば、あとは私見ててこの人分かりやすいなと思うのは、なんでその人が不幸なのかちょっと感想することあるんですよ。そうするともう何を言ってもネガティブなことしか言ってないんですよね。もう口から出る言葉が全てネガティブで、何を食べても何を見てもその斜めからこう言ってしまうと。でそれどういうふうになってるかっていうと、もうちょっと離れたところから観察してると悪の種をまいてるのがよくわかるんですよ。でその悪意の種っていうのは必ず悪意の花が咲くようになっていて、どんどんその人の周りに悪意の種と花が咲きまくってるから、悪意の花園から出れないっていうのはすごくわかるんですね。はい、だから結局は自分がその在り方を変えない限りは、もうなんか堂々巡りのその悪意の中にいて、なんかずっと不幸なんだろうなってこう遠目から通りすがりに見たりすることありますけどね。はい、それから、ここまで匿名で書いて、これ読みますね。悪意の、これも読みました。あなたがお付き合いする人を選びましょうと。はい、私これは最近特に気をつけていることなんですけども、なんだろうな、どんなね状況が厳しくても、でもなんかこうその厳しい中でも笑顔が出る人とか、すごいこれ大変なんだろうなシチュエーションとしてっていうところがあっても、会話の中に希望を感じる人とか、そういう人が好きですね。で私自身も人生生まれる前から悲惨でしたけど、でも逆にそういうすごい大変な子供時代だったから免疫が強いのかなっていうのがあるんですよ。だから自分が置かれた状況に甘んじて文句言ってる時間があるなら、この状況の中でも、でも最善策は何だろうって考えてた方がなんか楽しくないかなって私は思うんですけどね。皆さんいかがでしょう。はい、でそれからこれも大切なんですけど、あなたといると元気が出るし楽しいねって言われると、これねどんどん幸運ポイントが増えてくるんですよ。だから誰かの役に立ったりとか、誰かに「あ、嬉しい、本当にありがとう」って喜んでもらえると、これ幸運ポイントどんどん玉入れみたいにどんどんこう増えてくるんですよね。イメージ的にそんな感じなんですけど、でこの幸運ポイントがどんどん高くなってくるじゃないですか。そうすると何が起こるかっていうと、私の体験ではどんどんなんかね、シンクロがどんどん起こるんですよ。偶然とは思えないような運の良さっていうのが増えてくる。でそれはその自分の幸運ポイントが高い時の方が、まあ、シンクロとかいいことの起こりやすい、多分気がそういうふうになってるんでしょうね。いいこと起こりやすいモードに入ってるみたいな感じですかね。
だから自分軸になって自分だけフォーカスして自分だけっていうわがままモードになった時にはシューンってやっぱりその幸運ポイントがね消費していくようなイメージっていうか、なんかこうつまんないことでね変なこと起こったりっていうのありますよね。あと分かりやすいのはめちゃめちゃ感じの悪い人が目の前に現れて、めちゃめちゃ感じの悪いことを言われるとかいうことあるんですけど、そういう時はなんか自分の心のエネルギーがちょっとね今ね下がってるなっていうね象徴なんですね。だから感じの悪い人が来た時にはその人に攻撃したりとか恨むんじゃなくて、なるほどね、今私の心の中も多分あれぐらい醜い感じの人が引き寄せちゃうぐらいのテンション下がってるんだっていうバロメーターにするといいと思うんですよね。はい。それから感謝する気持ちは幸運ポイントの利子のようなもので、感謝することが多い人には幸運ポイントがどんどん加算されて幸せな人はもっともっと幸せになります。これ間違いないです。私の周りは、いろいろ成功者と呼ばれる方が、多いんですね。それでうまくいって成功してる人ほど腰が低いという傾向にあります。おごり高ぶって偉くって俺様っていう人もいないことはないんですけど、そういう方よりも成功してる方の中でものすごい腰が低い人が多いんですよね。で、それは個性だと思うんですよ。例えばもう王様のように振る舞ってる方も私大好きなんですけども、その方はやっぱりこう王様だからみんなついてこいっていうエネルギーがあるからそれはできることだと思うんですよね。ただその王様はやっぱり自分の大切な人たちをやっぱ大切に王様なりのアプローチしています。だからうまくいってると思います。ただもういろんなこう権力でとかですね、もう俺がお前をクビできるんだとかやってる方は今はいいけどねっていうふうに思いますけど、どうでしょうか。で感謝する気持ちっていうのは先ほどのねものと少し違うのは、お金の世界でいうと利子みたいなもので、あるものが増えていく感じね。皆さんにこう投票してもらって幸せ幸福ポイントが増えるのとはちょっと違う形で、勝手に内部で増殖していく感じなんですよね。増えていくみたいな。蓋を開けたらパンがこうね発酵して膨らんでるようなもので勝手に増えてるみたいな、寝てる時もそんな感じなんですよ。だから本当に私自分が誰かのために何か役に立つの自分好きなんですけど、たまにその何て言うのかな、思いもよらない感じで私にサプライズをしてくれる方がいると、もうねたまんないですね。もうどうやってこれを3倍返し10倍返ししようかって思うんですけど、このやっぱりそのありがたいなとか感謝っていう気持ちが自然私が走り続けるこの幸福ポイントの利子になっているのはすごく感じていますね。はい、ちょっと一緒ね 注釈入って長くなりますけど、実際残りの部分は読んでいただきたいと思います。はい、ちょっと飛びますけれども、はい、第1章の方でですね書いてるのが、どれを今日やろうかな、ちょっと目次だけ読むとですね、好きな場所に移動しながら仕事をするという込み出しと、それから広告費用をかけずにアイデア勝負というのと、それからこの辺はすごい初級編なんですけどね、まずは世界につなげてくれるお道具を用意しましょうと。今日ここ行きますかね。はい、まずこれがないと、まず何もこうできないと言ったら変なんですけども、はい、ちょっとじゃあここ行きますか。ですね、電子書籍なのでね、とっても便利なのは、ここにリンクを貼っておきますと、紙の本ではできないんですけども、これをポンと飛んでいくことができるんですね。はい、はい、来ました。では、もうこれね、究極の裏技、意外と知らない方多いんですけども、皆さんよく言います。もう清美さん、パソコンすごい苦手でとかですね、もうネットってよく分かんないんですってね、もうネット得意でしょうがないって方はね、あまり多くないんですよ。で、私自身も2008年に旅行会社からリストラになって仕事がなくなった時に、そんなにパソコンのスキルがあった方ではないんです。はい、専門学校に行ってね、ちょっと基礎的なワードとか辺はちょっと勉強はしましたけど、でもパソコンすごい得意でっていう人ではもともとなかったんですね。それで当時はじゃあどうやってそのパソコンのスキルを勉強したかっていうと、初めてできるシリーズっていう日本の本があるんですけど、それをこう読みながら自分で調べて勉強して、ある程度、できるようになったんですけども、何年もやっぱかかったんですね。で、今はそんなことをしなくても、もうパソコンのエキスパートが皆さんのためだけにプライベートでレッスンをしてくれる。しかもとある裏技を使うと、
1月500円台で何回でもコンサルを受けられるっていう仕組みがあります。これがね、私も使ってます。はい、じゃあちょっとその裏技のね、仕組みをお話ししたいと思うんですけども、第1章で書いているやつなんですけども、まずお道具を用意しましょうということなんですね。はい、いいお料理を作るためには切れ味のいい包丁が必要です。ね、お刺身をきれいにこう切るためにはよく研いだ包丁が必要なように、インターネットでこれから仕事をしていこうとか、それから、まあ、インターネットで、何かこう自分の好きなコミュニティを広げていきたいとか、インターネットを絡めた何かをしたい方は、まずお道具を揃えてください。はい、まあ、お道具といってもいろんなのがあります。まあ、大きく2つに分けると、 Windows とマッキントッシュってありますよね。で、私は両方とも大好きなので、両方とも2台同時に立ち上げて2台並べて使ってます。はい、しょうがないんですよ、これはお客様も半分半分だから、 Mac ユーザーさんとね、Windows さんが。だから私は2台同時に立ち上げてます。ただ皆さんはそこまでする必要はないんですね。どっちか自分の好きな Mac か Windows かどちらか1つ選んで使っていただけばいいと思うんですけども、今日はまず Mac の話をします。はい、Mac の、まあ、今だったら Windows 8ですか、Mac じゃないわ、Windows の方は、Windows 8というのが最新版の OS。OS っていうのはオペレーションシステムのことで、まあ、パソコンの心臓部っていうかな、もうこう動かしてる一番大切な部分なんですけど、そう、OS って言います。で、これが、まあ、いろんなバージョンがあって、今だったら最新版が Windows 8というバージョンになってます。はい、で、まあ、何年かに一度ね、新しくなるんですけども、すごく過去にその Windows のシリーズで人気があったもので、Windows の XP というシリーズがあります。うちも XP だけのパソコンだけで5台ぐらい買って、大好きなシリーズでした。でも、4月のね、何日だったっけな、4月8日ぐらいかな、にこの XP のサポートが終了しました。もう XP 自体も2000年ぐらいですからね、出たのね。だからもう14年間ぐらいの本当にロングランの、みんなが大好きだった OS なんですけども、もうさすがに14年経っていると、まあ、いろんなことが時代にかなわなくなってくるのもあります。ただ最近のパソコンというのは非常にも性能もいいしですね、アフターサービスなんかもあるので、ここ5年ぐらい使ってて、まだこう XP が搭載されたパソコンというのを使っている人が少なくないんです。実は恐ろしいことに、お隣の国の韓国は公的な機関もまだ XP を使ってるらしいですね。これも恐ろしすぎて絶句しちゃうんですけれども、どんなことが起こり得るかというとですね、ここはちょっとやっぱりきちんとちょっとお話ししておきたいんですけども、もうセキュリティがもう通用しなくなってるわけですよ。だから、まあ、いろんな新しいウイルスとか出てきているんですけども、まあ、市販のウイルスソフトで、で、大概のものは止められることができるんですけども、もう大元のそのマイクロソフト自体の、サポートは終わっているんですね。だから何か今日できた新しい何かウイルスとかが、昨日までなかったけど今日出てきたものとかっていうのは、もう全然もう筒抜けでスーッとパソコンに入ってきちゃうわけですよ、ネットを通じて。で、どういうことになるかっていうと、こう一番怖いのは、パソコンの内部に入ってデータを盗まれたりとかすることなんですね。それで、まあ、最近インターネットバンキングとかお金に関わることとかってあるし、それから皆さんのお友達のリストとかですね、メールアドレスとか、まあ、そんなところに入り込まれた日には、皆さんだけの問題じゃなくなってきちゃうわけですよね。大切な方をエイズに感染させるのと同じぐらい怖いことなんですけども、だからもし今ね、XP のパソコンを使っている方がもし万が一いたら、もうこれはもう買い替えなくてはいけない時期に来てます。はい、で、まあ、1つ前のバージョンの Windows 7とか全く問題ないですけれども、早めに新しいバージョンに変えてほしいんですね。なぜかというと、新しい、ね、最新の切れ味のいいですね、パソコン自体買うことによって、先ほど申し上げた月500円台で、私なんか523円ぐらいですよ、毎月。で、もう何時間でも好きなだけエキスパートに個人コンサル受けてます。はい、分かんない時はもうすぐに聞いちゃいます。はい、で、セミナー中に分かんないことが起こったことがあって、その場でかけて、それをもうセミナーの中で流したこともあります。それぐらい頼りにしています。で、それは何かというと、富士通のマイクラウドプレミアムというサービスなんですけども、これは新しくパソコンを買うと、安心プラス
っていうのと、それからベーシックっていうコースがあるんですけども、この有料サポートに入ることができるんですね。で、これが、月額500円台なんです。で、私はもう去年から入っているので、値段が前の値段なんですけど、今だったらちょっとだけ消費税が上がったんですけど、何十円の世界ですけども、500円台です。それでこれに入っているとパソコンのわからないところ、例えば操作の仕方とか、本当にそれこそインターネットにつなぐのところからですよね。パソコンをプリンターに接続するとか、インストールするとか、そういうこととか、あと実際に Windows の中に入っているワードとか、Excel とか、PowerPoint とか、その使い方、それからスカイプって言ってね、無料で通話できるインターネットの通話システムあるんですけども、それの使い方、つまりWindows 8の中に入っているマイクロソフトのものだけではなくて、Windows を使うことによって多分使うであろうといった、そのメジャーな、第三パーティーのアプリケーションも分かるスタッフが多いです。なので、私って結構やっぱオタクの仕事をしているので、ちょっと普通の方が、一般の方が聞くよりもちょっと凝った質問をします。で、今回も電子書籍をやっている時にワードで書いてたので、ところどころワードを意外と知らないボタンがいっぱいあったんですね。それで、そんな時に電話を富士通のこのマイクラウドプレミアにかけると、担当の方もめったに来ないような質問なので、最初わからないことがあるんですよ。そうすると、少々時間いただけますかって言って、それこそ何分ぐらいですけども、その間に過去の事例をダーって調べて、で、分かるように教えてくれるっていうね、すごいサービスがあるんですよ。で、平日はもちろんですけども、365日やっていて、時々メンテナンスで、この日はお休みですよって年に何回かありますけど、ほぼ一年中利用することができて、それで月額500円台で何度でもかけられます。だから私、Windows 8に変えた時に、結構7から8って、仕様が変わったんですよね。で、1日3時間4時間ぐらい、かけてました、毎日。それで用事なくてもかける時があって そう、富士通のこのマイクラウドプレミアムのカスタマーサポートがものすごい親切なんですよ、本当に。それで、オーストラリアのすごくこう雑なね、ちょっと心のこもってないカスタマーサービスとか受けた後に 心が荒れることがあって、さっきの、私のエネルギー落ちてんだなと思ったんですが、で、そういう時にこの富士通のスタッフの心の行き届いたカスタマーサービスにまた触れてみたくなるんですよ。で、あんまりそんなに困ってないことだけど、すぐ電話しちゃって、だからもう好みっていうのかな、何回もかけてるから、たくさんスタッフいるんですけど、大体出てくださる方の名前を聞くと、あの方がまた出てくださったっていうのは分かるんですけど、いつもコンサルを受け終わった後に、本当に今日もありがとうございましたってパソコンの前で本当にお辞儀をしています。それぐらい私が頼りにしているサポートなんですけども、例えば富士通だけじゃなくて、私も使い続けてきたシリーズの中で東芝もありますし、それからソニーのバイオはね、ちょっとパソコン業界からこう少し撤退するようなことは決まったんですけども、ソニーのバイオもすごくいいパソコンで、私も2台ぐらい使ってましたけど、やっぱり日本のメーカーでメイドインジャパンで、こう大和魂の侍魂の会社、やっぱすごく応援したいっていうのはありますよね。で、東芝には東芝のいいサポートがあるでしょうし、あると思うんですけども、私は富士通が好きです。で、富士通のこのマイクロードプレミアムを受けるために、1年この新しいパソコンを買ってから1年間は毎月500円台で無制限で何回でもコンサル受けられるんです。だから1年間あれば、皆さんパソコンのエキスパートになれないはずがないんですね。これ本当にそうなんですよ。だって学校に行くと思って、1日例えば6時間ぐらいね、パソコンで電話つないで勉強すればいいんですよ。で、わざわざ遠くの学校行かなくてもいいんですから、自宅でできるでしょ。だから小さいお子さんいても、お家を離れないっていう人がいても、自分のペースで、今日は午前中にできる、で、この日だったら午後3時から、ね、夜までできるっていうふうに自分でちゃんと決めて、で、もう今週はもうワードをマスターするとか、来週はもうエクセルをマスターするって自分で決めてですね、やれば、私はもう3ヶ月ぐらいで Windows はもう十分使えるようになると思います。1年間ありますからね、パソコンが調子悪い時なんかも見てもらえるんですけど、この間、先週の12時間の Amazon Live の時なんか、パソコンがね、
フリーズしたまま動かなくなったんですよ。で、その時も富士通の、そのプレミアムの方に電話をして、それで遠隔で直してもらいました。ちょっと変なソフトが入ってしまってて、それが影響してたんですけど、それもですね、皆さん、このマイクラウドプレミアムに入っているとパソコンが、まあ、ネットにつながらないと難しいですけど、まあ、ネットに最低限つながる状況であれば、富士通のスタッフの方が遠隔で皆さんのパソコンを操作してくれるって、これもすごいことなんですよね。それでパソコンの中にそのエンジニアのスタッフの方が乗り移っていただいて、もうパッパパッパ直してくれるんです。だから、そこのボタン押してとかいう世界じゃなくて、じゃあちょっと今見てみますねって、パパパパパってもう全部中見てくれて、ああこれですこれですって、撮ったらすぐなったみたいな感じで。だからもうすごい頼りにしていて、もともとのネットの部分がつながらないとかなると、ちょっとその遠隔の操作は難しくはなるんですけども、まあ、電話でやり取りをして、電話で操作の指示を受けて自分で直すっていう手段もあると思うんですけども、まあ、そんな感じで常に私のパソコンを最適の状態に遠隔でしてもらってます。それでこれにはやはり新品のパソコンを買わなくてはいけないわけですけども、1時間、例えばこのプレミアプランに入ってない方がサポートを受けると3900円なんですよ、1件につきですよ。だから例えばワードの中の文字を拡大するにはどうしたらいいですかって質問が1件あるとするじゃないですか。そしたらそれ3900円なんですよ。でもその質問で収まらないと思うんですよね。例えば文字を拡大したら、今度文字の色を変えるのはどうしていいですか、2件目になりますよね。で、文字の色を拡大したら、今度これを、サイズを変えるにはどうしたらいいですかっていうふうになったら、3件目ということで、あっという間にも1万円超えちゃいますよね、コンサルだけで。だとしたら、新品のパソコン1台買うことによって、まあ、そういった質問の件数にとらわれることなく、何回でもこう質問できるというような環境を整えることができるわけなんですよ。だからこの富士通のパソコンのサポートはいいかなって私は思っています。ということで、それでは皆様からの質疑応答をこの辺りで、受けていきたいなというふうに思うんですけども、ご本を読んでいただいてね、これはどういうことだったんだろうというふうに、ね、早速もメールとかで読者さんからご質問なんかもいただいてるんですけども、今回のこのネットでスイスイ幸運をお取り寄せする方法は入門編なので、どちらかというとサンプラーで書いてます。つまり、いろんなこと、こんなのもあります、あんなのもあります、こんなこともできますよっていうような見本市みたいなものだって思っていただきたいんですね。それで各その1章から9章まであるんですけども、その1章だけで1冊とか2冊ぐらいの本ができるぐらい、まあ、いろんなテクニックっていうのがあるんですけれども、今回の入門編ということなので、皆さんにも初心者の方にも分かりやすく、こういう世界もありますよっていうのを書かせていただいています。で、今日お話ししたのはこの富士通のマイクラウドプレミアムのですね、サポートの話なんですけども、もう一つ、まあ、追加でお話しするとすると、このマイプロクラウドプレミアムに電話するときは国際電話じゃないですかって言われるんですよね。で、これ次の章で書いたんですけども、私はまたさらに通信システムの裏技を使ってまして、スカイプですね。で、スカイプというのは、スカイプとスカイプのアカウント同士は世界中どこにかけても通話無料なんですよ。でも、例えば、富士通のサポートとかにかけるときは、通常の日本の電話番号になりますよね。そのときには、スカイプから固定電話にかけなきゃいけないですけれども、これも私、月額ですね、どんなにマックスでかけても500円以上かかってないです。というのは、スカイプの有料プランに入ってて、これプレミアムプランというんですけども、これを持っていると固定電話にもう無制限でかけられるというプランになってるんですね。で、私が入っているこのプレミアムプランは、今までだったら、今世界、例えばいろんな主要国、何種類ぐらいかけられるのかな、多分40カ国以上あるんですけども、そこの中から1つ選んでねっていうシステムだったんですよ。それがこの本を執筆している時に、スカイプをもう一回こう勉強し直した時に、あらと思ったのは、新プレミアムプランというのが出てたんですね。で、これ何かというと、今までは、1種類の料金体制しかなかったんです、プレミアムプランって。1年間で1年契約すると1月500円ぐらい、ね、それで、1日だけテンポラリーに使うと1日500円なんですよ。それで、あとは月で払っていくと800円ぐらいということで、長くその1年契約をすればするほど1つの料金、月料金安くなるということだったので、一番お得なやつを入ってたんですけども。で、そんなので1カ国無制限で固定電話かけられるということで、私は日本にしてまして、
それこそ本当にうちの両親にかける時も固定電話何時間も使えますし、こういった日本のサービスにかける時っていうのも、まあ固定電話にかけますから、もう500円なんかはもう元を取りすぎてるって感じがするんですけども、最近この新しい新プレミアムのプランの中、あ、ごめんなさい、プレミアムプランが変わったんですね。で、3つの料金体制があって、使う時間は何時間ぐらいかっていうところで料金が少しこう違うんですよね。それで、今度新しいこのプレミアムプランっていうのは、今までは1カ国にしか選ばなきゃいけなかったのが、もうそれこそ本当40カ国以上の国にかけることができて、今までは固定電話しかダメだったところを、今度携帯電話もかけられる国がいくつかあるというプランになったんですよ。アメリカなんかも携帯電話がかけ放題になりますですね。そうなってくると500円で入ってるのはこれものすごい得だと思いませんか？だからインターネットで仕事をしていくときに、皆さんのお客さんは必ずしも皆さんのそばにいるとは限らないんですね。私なんかもそうでしょ。だってゴールドコーストに住んでますけど、ゴールドコーストにいるお客さんなんかは本当にわずかですよ。で、まあ、セミナーとかやってお会いするお客さんとかぐらいだし、実際オーストラリアのゴールドコーストでうちのオンライン講座を受けていらっしゃる方は今のところ今の現地はいないんですね。で、じゃあお客さんどこにいるかといったら、日本が95%ぐらい、それからあとはハワイとかアメリカ本土とかで、過去にこれまでお取引のあった方は例えば韓国もそうだし、台湾もそうだし、それからシンガポール、それからカナダ、あとどこだっけ、あとなんか1カ国ぐらいあったんだっけ、あ、イギリスもそうですよね。だから外国なんですよね。だから私自身が日本にいないけど、日本のお客様とたくさん取引ができているのはこのスカイプがあるからなんですね。だって例えば富士通のね、このマイクラウドのプレミアムプランがどんなにいいと言っても、これ国際電話代で1時間に4,000円5,000円かかってたらあまり意味ないですよね。でもまあその通信費の部分は月に500円しかかからなくて、かけ放題でっていうふうになれば、費用を非常にこうリーズナブルに抑えながら自分がこう得られる学びのメリットがものすごく多いわけなんですよね。だからちょっと単刀直入に言ってしまうんですけども、無料のものってたくさん世の中にいっぱいあるんですよ。でも無料には何かしらのやっぱりデメリットもあるっていうふうに思わないといけないのは、最近特に思うのは無料のブログがね、ここに立て続けブログ全体削除されたりとかそういう事件になってますけど、無料にはちゃんと意味があって、スポンサーさんが誰かがこうお金を出してくださってるから、皆さんが、ね、一般的に無料で使えるというような仕組み、その代わり広告をたくさん載せますよみたいな仕組みがあるわけですよね。だから必ずしも広告費を抑えてやるの私アイデア次第だと思ってますけども、必要なプランはやっぱりきちんとお金を出した方がいいというふうに言うのが私の考え方です。はい、ということで、そうですね、選べると思うんですよ。だからこの部分のサービスに関してはそこまでね時間を使わないから、この部分はもう無料でカバーできるっていうものはそれでもいいと思うんですよ。で、それで少し有料でお金を出すことで、こんなにたくさんの自分が使いたいプランがあるのであれば、もうこれは快くやっぱり有料プランにポンと入った方が皆さんの仕事の効率も全然違うと思いますよね。はい、では質疑応答を、この時間しばらく作っていきたいと思うんですけども、はい、清美さんのエネルギーにアンソニーもびっくりだったでしょうねと。いやー、もうだってずーっと寂しかったからね。もうシミュレーション何回としましたですけどね。はい、清美さんこんばんは、遅くなりました、実践編から視聴しておりますと、ありがとうございます。もう珠美さんはもう私が最も信頼する私の最強ビジネスパートナーのお一人なんですけれども、国際線の飛行機の中で初めてお会いして、それで私が強烈にスカウトをさせていただいた大先生でございます。今現行でやっているワードプレスのオンライン講座というのがあるんですけども、ちょうど今その話をしてたんですけど、無料のブログね、皆さんがもう毎日大切に書いてきた、何年もかけて書いてきたもう資産ですよ、ブログってね。で、私もかつてアメブロからもうたくさんお客さんに来てくださいました。で、もう何年も書いてるから、もう読者さんも1,000人以上いるしね、もうそこからもうお付き合いが発展した方も数えきれないんですよ。でもある日アメブロの方で「いや、でも今日からはもうビジネスなしね」っていうことになったらなしなんですね。それでもみんなやっぱアメブロは便利だし、
ね、大好きだからやっていって、その利用規約に引っかかることによってバッサリと切られてしまう人が、私本当にもう周りに数えきれないんですよ。だからアメブロは大好きだけど、やっぱりその会社の方針というのがあるから、きちんとアメブロがダメよって言ったことは皆さんやっぱり受け取らなきゃいけない。でもじゃあどうするのって、ビジネスのブログはどうするのって言った時に、じゃあビジネスを100%できるブログを持っていかなくては、これからはブログでビジネスできなくなってしまうと、これはもう本当にそうだと思います。だから私もいまだにアメブロ大好きで日記は書いてますよ。当たり障りのない感じの、今日こんなことしましたとかね、書きます。だけどそこに例えばじゃあオンライン講座はいくらいくらでとかですね、書きません。だってそれやってはいけないっていうふうにもう規約決まってますからね。で、最近アメブロではメールマガジンの登録はこちらもダメなんですよ。皆さんご存じない方多いと思うんですけども。というのは個人情報を聞き出すようなフォームに飛びますよね。ね、ということはアメブロで、そういったまあ何て言うんでしょうね、お客様を獲得して料金をいただくような、特にそういった個人情報の入るようなものはアメブロは禁止になってます。だから以前だったらアメブロ記事を書くで、続きは、メールマガジンへどうぞっていう、もう導入法っていうのはもうこれ本当に一つの手法だったんですけども、それはダメになりましたから、私もメニューボタンから千原さんに今度も取り外してもらっているんですけども、そんな感じになりました。じゃあどこで、ね、ブログを書けばいいのかっていうことなんですが、もうこれは皆さんワードプレスで書いてください。もうね、これはもう本当に今ね、一番ですからね。はい、私もワードプレス高橋さまみ先生に作っていただいて、もうデザインからブランディングから全部やってもらったんです。それでワードプレスというのは本当にビジネス100%やって大丈夫な、ものですし、それからたくさんのプラグインと呼ばれる、まあ、付録機能みたいなのがあるんですね。でこれ自分の好きなものを、ダウンロードして追加して使うので、自分の好みにカスタマイズできるんですよ。見た目もそうですし、それから追加する機能もそうなんですけども、もう自分の好きなようにこうパーツを組み合わせて作ることができます。で、何よりも私がワードプレスがいいなと思うのは、ワードプレスがどんどんちょっとずつ進化をしているんですよ。それで新しい機能っていうのがどんどんこう追加されてくるんですね。例えばコンタクトフォームみたいなのがあるんですけども、お客様が例えば皆さんにお問い合わせをするときにメールアドでね、じゃあこちらのメールに送ってくださいっていうよりも、きちんと記入する項目があって、それで送信ボタンがついている、こういったページがあった方がなんかビジネスとしてきちんとしてますよね。まあ、メールアドこちらみたいなのよりもですよ。でこういったフォームを自分のサイトの中に同じセットの、ね、デザインで作ることができたりとか、あとはもちろん YouTube の動画を埋め込んでブログの中で動画を喋らせることもできますし、いやもう本当に語り尽くせないほどですね、便利な機能があって、ブログとかを書いてると記事がこう長くなってきますよね。で、最初の記事はそれでもいいと思うんですけども、少し溜まってくるとこうどんどん記事がこう長いの続きますよね。だから最初の3行ぐらい、とても皆さんにこうね、キャッチーな、ちょっとこうワクワクするようなコメントがあって、その後は続きボタンっていうのをつけるんですね。これモアボタンっていうんですけど、そうするとこんなに長かった記事がピヨンって短くなります。これ好きなとこで短くできるんですけども。で、続きを読みたい人はこの続きボタンを押してねっていうことで、1ページの中にたくさんの魅力的な記事の見出しを置くことができる機能とかですね、この辺もハートが触れますね、便利な機能でね。で、私、まあ、こういったのすごく大好きで今もお教えしてるんですけど、自分はそんなにシステムをいじる人間ではないんですね。でもどうですか皆さん、国際線の飛行機の中でものすごいかっこいい超プロの先生が乗ってこられて、それでシステムもバリバリもう超プロで、しかもものすごいこう素敵なデザインできるデザイナーさんっていう方が乗ってきたら、皆さん口説きませんか？私は口説きますけどね。で、まあ、上空だったのでもうお席を隣に移動してきてもらってですね、あ、私が行ったのか、後ろの方に。それでもうとにかく、まあ、オーストラリアのワインおいしいですと、もうワインを700個ご馳走させていただいて、ちょっと上空で頭がいい感じで楽しいわーってなってた時に、タミさん、もうぜひ私となんか仕事させてくださいって口説きました。それで、まあ、高橋先生の、まあ、講座を私がご一緒させていただいて、プロデュースをさせていただいて、ワードプレスの講座を作ったんですけども、はい、ちょっと皆さんね、こちら、なんとタイミングないいことに、明日、たまみさんの講座がある。
まあ、私一緒にオンライン講座やってて、明日も朝会議があるんですけども、それ以外に田辺さん午後にですね、ヒカリエだったかな、渋谷の今一番トレンドな街があるんですけど、ビルがあるんですけども、そこでですね、いつも講座をされていらっしゃるんですけど、確か明日だったと思うんですよね。ちょっと見に行ってみたいと思います。はい。たまみさんの、かっこいいでしょ、これ、この間パリとかね、プラハに行ってた時に。ね、これ多分フランスのイヤリングだと思うんですけどね、もうセンス最高でしょ、この写真の見せ方とかね、もうかっこいいんですよ。なんか私のこともご予約いただいたところが買ってありますね、ありがとうございます。で、まあ本当にお客さんの多い方なので、たくさんお客様の宣伝をね、いつも書いてるんですけど、これが私と珠美先生で作っているオンラインのね、ワードプレスの入門講座なんですけれども、こちらはオンラインで皆さんにお勉強していただく講座、私がもう渾身の思いを込めて高橋先生のためにご一緒させていただいている、作ってるものなんですけども、現在高橋先生自体が海外に住んでる時期が長いんですよね。シドニーだったりとか、今度アメリカの方にも行かれるようなんですけども、日本にいるの4ヶ月ぐらいしかないということで、以前はリゾートのホテルを借りて、そこで合宿スタイルでやってたんですけども、最近このオンラインの方の講座に移動してやってますけども、はい、こちらがワードプレス、ぜひ皆さん、これはやっぱりビジネスをしていく上で、そうですね、ワードプレスは使えた方が絶対いいと思いますね。はい。ということで、たくさん私の方もね、宣伝してくださっていて、本当にありがとうございます。それで恵比寿の近くに事務所を構えてらっしゃるので、もうコンサルする場所がね、ウェスティンホテルですよ、皆さん。私もこの間オンラインの、フォローアップ講座で行ってきましたけど、ウェスティンホテルのこう優雅なね、こう雰囲気の中でお講座をしていらっしゃる先生です。はい。ということで。高橋さん、もしよろしかったら明日の講座ね、隣にピョンと貼っといていただくといいと思うんですよね。ブランディング講座ということで、私自身も何が一番効果があったかということなんですけども、ちょっと私のページを見ていただくと多分分かりやすいと思うんですけども、これ、高橋先生にデザインしてもらったものなんですけども、一つ自分のロゴマークであったりとか、自分のイメージですよね、ブランドイメージみたいなものなんですけども、そういったものをトータルで作っていただいたんですね。で、それ以来、何が一番効果があったかっていうと、問い合わせがまず増えたんですけど、その中の問い合わせも女の方が圧倒的に増えましたね。で、こういった、例えばメールフォームですよね、お名前入れていただいて、メールアドを入れていただいてやるものとか、あと、ホームページ的に見せるやり方もあるんですけど、今だったら私ランディングページみたいにやってるんですけど、ランディングページっていうのはいわゆる告知ページのことなんですけど、ブログ以外にもこういう感じで宣伝のためのページのように見せることもできるということなんですね。だから、ブログのように見せることもできるし、それからホームページのように見せることもできるし、それからセミナー告知とかイベント告知のように、このランディングページのスタイルで見せることもできると。それからさらにこの右側にあるボタンですけど、こういうのも自分でデザインすることができるんですね。私もこの辺自分で作ってたりとかするんですけども。はい。ということで、もう本当に世界でたった一つの、オリジナルの、ビジネスブログができるということなんですね。はい、でちょっと、このボタンのところなんかにも行きますと、セミナーでも、いろんな種類がありますから、こうしてこう階段のように出てくるような仕組みがあったりとかですね、もう本当にワードプレスは今一番皆さんにお勧めしたいところではありますね。はい、では皆様からのご質問を、承っていこうと思います。高橋さんの次が、清美さん、今から自分のスカイプを、交流のために、はい、行ってらっしゃいませ。スカイプを伝授いただきありがとうございますと。そうなんですね。みっこさんはもうすでにたくさんご自分のお客様を持ってらっしゃる先生だったのでね、去年大阪に、セミナー開催で行った時に来ていただいて、それで私毎回そのお客様に抽選でコンサルを何名かにプレゼントするんですよ、抽選会場で皆さんの前で。で、その中のお一人がみっこさんだったんですけども、1時間半ぐらいかな、スカイプ徹底講座みたいなのをプレゼントさせていただいて、その後本当に使いこなしていらっしゃいます。それで今ちっちゃい赤ちゃんがいらっしゃるし、でクライアントさん自身もすごくその小さいお子さんを持っている方ばっかりなので、
もうすごくそのスカイプでオンラインコンサルができたりとか、あと小規模なセミナーなんかも開催できます。本に書いてありますので、よかったら読んでいただければと思うんですけども。なので第2章の方に出てきますけども、スカイプって無料で通話するだけじゃないんです、皆さん。ないんです。意外と皆さん知らない機能がいっぱいあってですね、私本当コンサルする人はスカイプだけでいいんじゃないかと思ってるぐらいなんですよ、本当に。私自身ももうめちゃめちゃ使ってますね。小規模のミーティングの時には皆さんウェブカメラをつけて、みんなが顔を見れる会議室にしたりとかですね。はい、あとはそうですね、ミーティングももちろんそうだし、打ち合わせもそうだし、まあ、個人コンサルもそうですけども、はい、もうほとんどそうですね、打ち合わせコンサル関係はスカイプでやってます。で、日本に行った時はね、対面のコンサルなんかもやりますけれども、まずその私自身海外に住んでるっていうのはありますので、よほど例えば、まあ、おそらく国内にいらっしゃる方以外は、大概コンサルはね、スカイプの、テレビ電話みたいな動画通話でやってますね。はい、サリーさん、成功してる人ほど対等に、コミュニケーションを取ってくれる感じがしますと。本当にそうですよね。今回の本をスキル系だけにしたくないなと思ったのは、スキルがどんなにできても、そう、人様と上手にこう感じよく付き合っていく、そのあたりができないとネットではなかなかうまくいかないっていうふうに私は思うんですよ。それで、どういうことかというと、もう相手からもう取るだけ取ってやろうとかね、もうくれくれタコラみたいなのね ありますけど、もうでもらっときながらもうなんか泥投げるみたいなことをやっていたら、どんなにスキルをその方が身につけてもうまくはいかないです。これはもう断言します。で、結局だからそういうくれくれタコラの人は、自分が蓄えたものを他の人にはメリットとして放出はしませんからね。だからどうなるかっていうと、溜め込む溜め込む溜め込むで、湖のように入ってはくるけど外に出ないでしょ。だから水が淀んでくるんですよ、だん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 ですね。で、常に成功してるっていうか、うまくいってる人を見ると、とても気前が良かったりとか、与えるのが上手だったりとか、親切な人多いですよね。だから私、目標にしてる人が何人かいるんですけども、やっぱサニー久永さんなんかは本当に私の、出版の大先生ですけど、もう全部彼の秘密を、というかその出版するためにうまくいく秘訣を教えてくださいまして、で、私グランプリでいただいてるので、皆さん有料のねコンサルとか受けてるんですけど、私はおかげさまで特待生みたいなシチュエーションなんですよね。だから何がじゃあ私が恩返しできるかって言ったら、自分がこの出版をしていくことによって、うまくいったことを、自分の大切な方に伝えていって、で、この出版という道をやっぱりこう広く切り開いていきたいなっていう気持ちになりました。で、これは、まあ、師匠の、サニーさんも全くそういった考え方の方でいらっしゃって、もうどんどん人様のためにためにってやってる師匠なんですよ。だから私、そういう方に本当にダイレクトに襲われたことっていうのをどれだけラッキーかってことなんですね。やっぱりこう尊敬できる方に教わっているからこそ、その頑張りも効くし、それから結果も出てくるっていうふうに思ってます。で、今回出版にあたっては、私常識があんまりない方なので、私の見えないところでどうやらサニーさんがいろんなところに頭を下げてるらしいっていうのは分かってるんですね。これはちょっとこの間チロッとご本人さんも言ってたんですけど、大丈夫ですよ、清美さんね、僕ちゃんと頭いろんなところで下げておきますからっておっしゃってくださった時に、うわー、いろんなところで迷惑をかけてるのかなっていうふうに思ったんですけども、私ももう本当に目標とするサニーさんのように、たくさんご本を出版したいと思っているんですが、まだまだね、ひよっこですから分かんないことだらけなんですけども、自分がたくさん勉強して知識を、蓄えたら、もうどんどん皆様にこのやり方をお教えしたいと思っています。で、私は今までソーシャルメディア屋さんで動画をやってきた人なので、電子出版とこの動画のコンビネーションって最高だと思ってるんですよ。だって今日もそうだと思うんですけど、この出版の電子書籍からこうはみ出せることができますね。だからある意味、読者様ともうそう交流するのはものすごく簡単なんですよね。だからこの辺りをまだやってる方は電子書籍の中とかでは少ないので、今日はほとんど私は見かけないんですけども、なのでこのスキルをね、今年は徹底的に極めていこうっていうふうに思ってます。つまり、
既存の、出版でも全くないし、電子出版なんだけど、電子出版のちょっとこうハイブリッド型みたいな感じですかね。はい、ですので、毎週、ね、しばらく第9週にわたって、このオンライン実践講座をやることにしました。はい、毎週やってると、この本の中の内容をこの実践講座で網羅できるということになりますので、ぜひ皆さんスケジュール表の方に毎週金曜日ね、はい、印つけておいてください。わあ、もうこんな時間なの？話しすぎてるよね、私ね。だって9時からやってなかった。やってたよね、9時からね。あ、もうこんな話してた。はい、ということで、はい、じゃあちょっとね、第2部の方行きたいと思うんですけども、マインド編をね、最後ちょっとぎゅーっとこうぎゅーっと凝縮してこう話しておきたいと思うんですけども、はい、マインド編の方はですね、今日は、どちら行きましょうか。ちょっと目次見てみましょうね。こう目次機能がまた便利なんですよ。これ富士通の、コンサルで教わったんですけども、これね、リンクを目次につけとくと、読者さんがこの目次から飛べますよって教わったんですけども、はい、どこ行きましょうかね。あ、この辺り、あ、ここ行きますかね。はい、これ行きますか。はい、ここがですね、ちょっと私の今回の出版の肝になっております。ですね、ちょっと、あ、こんな、これ行きますか。これ行きましょう。これはね、スイート&ビターのお話なんですよ。おしまいにいきなり飛んでますけど、おしまいにこんなこと。はい、第2部。実はこうして短期間に電子書籍の夢を叶えることができた私ですが、本当は、この間、この時期、全く違ったプロジェクトの中にいる予定でした。それは心が躍るようなプロジェクトで、これまで私のビジネスの中で最も成果を上げたものでした。心から信頼できるビジネスパートナーとのこのプロジェクトは何年も続くようなライフワークにしていきたかったジョイントベンチャーでしたと。しかしそれはある日突然終焉を迎えます。2013年12月17日、満月の日、それは起こりました。もうあなたとは一緒にやっていくことができません。私はたった一本のメールで、往復ビンタを食らうように完全に振られてしまいました。お互い兄弟姉妹のような思いでお付き合いをし、全く形にないところから1日で数百万円を売り上げてきたイベントプロジェクトが一瞬で崩壊したのを知りました。理由は、原因は、すでにそんなことを聞いているに、聞いていても元には戻れないであろうことは文面から感じていました。私の人生で最も悲しかったのは16歳の時の失恋。初めて本気で好きになった最愛の彼にある日あっさりと振られた時、私の人生で2番目に悲しかったのは離婚の時、幼い子供を抱えてこの先どうやって生きていこうかと思った時、今回のジョイントベンチャー崩壊はこのワースト1と2の中間に食い込むような衝撃的な悲しみでした。好きな人たちから息の根が止まるようなダメ出しを食らう時、もしくは最も信頼している人に背を向けられる時、それは、心が張り裂けるような体験ではあるけれど、私は人生におけるビッグバンとしてどんな状況下でも受け止めるようにしています。もちろんしばらくの間は、壊れた心の傷を洗い流すためにたくさんの涙も必要。のたうち回って引きこもって、もう誰も信用しないと心を閉ざす時間もあるかもしれない。けれど、すべては自分の成長のために、相手の成長のために、私たちは出会い、そして別れがある。結構この辺りでグッときちゃうんですけどね。私の人生にやってきた電子出版グランプリという新たな自分のミッションは、既存のジョイントベンチャーの崩壊とくしくも時期を同じくして起こったことなのです。不思議なもので、本来今年こなすべきさまざまな日程に重なって全く予定外だったお話がもたらされ、私のスケジュール帳はすでにキャンセルの上書きが他のプロジェクトにとって変わりつつあります。そして、それらは私が予定していたことよりもさらにチャレンジが必要なプロジェクト、果たして自分にできるのだろうかと自分でも尻込みしたくなるような機能が今始まったばかりなのです。あ、挑戦か、挑戦が今始まったばかりなのです。夜明け前は一番暗くなるように、自分が進化する前には暗黒のような体験もある。そういえば私の人生はこれまでそうしたサイクルが何度もありました。今回の最大級の、激震もきっとそうだと笑ってで、言える日が来るのでしょうと。もしあなたが今不可抗力の出来事で失意の最中にあるとしたら、思い出してほしいことがあります。自分が生まれ変わる時には命がけの進化が必要な時があることを、そして夜明けが来ない夜はないことをっていう話をね、書いたんですけども、ちょっとこれマインド系の話になるんですけども、自分がセーフティーモードに入った時に、
なんていうのかな、仕事が、シャープさが欠けてくることがあるんですよ。どういうことかというと、相手に、自分では依存してるつもりないんだけども、相手に依存する部分っていうのがすごく増えてきた時は要注意で、でここを自分で気がついて、自分でざっくりと手術をしないといけないところなんだけども、でも今回はそれが間に合わない感じで、急にやっぱりガタンとすごいことがやっぱ自分自身起こってしまったんです。でそれはよく考えてみると、相手からそのひどい仕打ちをされたように一瞬見える感じすると思うんですけど、そうでは全くなくて、結局そうなる原因っていうのは自分の中にあるんですよね。でこれが分からないと苦しいんです。なぜかというと、いきなり今まで信頼していた人から、もうおしまいバンって扉を閉められるのと同じような体験なんだけども、いやこれをですね、あ、自分がもうちょっと成長しなきゃいけない時に来てるんだっていうふうに取れれば、それは非常にいい体験になると思うんですね。それで宇宙の仕組みと一緒で、いろんな星がビッグバンで一回破裂して分かれて、それで新たにまたその星のかけらたちが引き合い合って、新しいものを作っていくような仕組みがあると思うんですけども、私人間関係もそういうふうに新陳代謝を活性化していく必要がある時があると思うんです。でもちろん長年タッグを組んで、もう気心知れて、もう何も言わないでもこうテレパシーで会話できるっていう関係も、それはそれでとっても私は素敵なことだって思います。実際そういうパートナーもいますけども、でもお互いがもっと高い次元のものに挑戦していかなきゃいけない時っていうのは、壊れるっていうのはこれ必然で起こってくることだと思うんですよ。でそこで例えば相手を非難するとか、相手の揚げ足を取るとか、相手に被害を出すとかっていうことは絶対やってはいけないことだと思うんです。それで本当に縁があれば、全く違った、引き寄せだったりとか、ビッグバンの、影響で必ず本当に縁のある方とは別の縁がつながってくる時があると思います。私今それを実感してるんですけども、もう既存の形では入りきれなくなってしまったでしょうね。それでもうバラバラに一回なる、バラバラになる。それでそれぞれがその合わなかった期間にいろんな意味でものすごく成長してるんですよ。私も今回電子出版にここ3ヶ月ぐらいものすごい集中してましたから、そういった意味では、もし悲しい別れがなければ、今日この日の電子出版はないです。いや本当にそうだと思いますね。だからこの本で書きたかったことの一つが、そういったマインド系の話なんですけども、このテーマに関しては一冊きちんとそれだけのテーマで書いてみたいっていう気持ちがすごくあるんです。なぜかというと、幸せになりたいですっていう方すごいたくさんいらっしゃると思うんですよ。もう本当にこんなに綺麗でこんなに素敵なのに、なんであなた幸せじゃないのって、逆に私がもうハテナみたいな人すごく周りに多いんですけど、よく聞いてみるとみんな他力本願なのね。だから結局は幸せにしてっていうスタンスでいるから、どんなに素敵な人でもそういうふうなスタンスだと、なかなか幸せのスピードっていうのはやっぱり遅くなってくるっていうのに気がついてないのかなっていう方が、素敵な方にほど多かったりするんですよ。特に女の方ですね。だから今日この今回の本の中で私の、実体験なんかも書かせていただいたんですけども、なんていうのかな、自燃力っていうのかな、自分の底力とか自分の中にある免疫を信じて、自分から幸せを勝ち取りに行くっていうふうになると、幸せになる期間も短縮できます。いやこれ絶対そうだからね。だから今回みたいに私も本当に悲しかったんだけど、でもあの時に壊れていた意味がね、分かってきました。いや本当に本当に本当にね。だからより良い環境を築くために買い壊れなきゃいけなかったんでしょうね。そんな体験でしたよ。はい。皆様からの書き込み、ご紹介しております。スカイプとか、スカイプじゃなくてご質問とかありましたらどうぞね、なさってくださいませ。はい。きよみさん、こんばんは、遅くなりましたと。はい。りえさん、ありがとうございますね。もうこのところもうグルテンフリーのイベントがもう大盛況でね、素晴らしい。でこの間青山だったかしらね、すっごい素敵なところで浜田さんと三浦さんと新井さんコンビネーション、ね、で集まってる姿を写真で見ても思わず涙が出ました。みんなもう大切な私のお友達で、みんなそれぞれいろいろな方向から出会ってくださったけれども、みんなでこうさらに力を合わせて、
もう満員御礼でね、素晴らしかったですね。はい、ともこさん、皆さんこんばんは。なんとか間に合ったと。ねえ、ともこさんも今年のスタートからすごかったもんね。あやに掲載されてね。ルーマニア人の素晴らしいご主人いらっしゃるんですけど、また今度花子がねえの方にお教室で教えに行くお仕事が増えたっていうことで、まあ、多角経営でね、英会話の教室とルーマニアお料理をされてらっしゃる方なんですけども、もうどんどん広がっていただきたいと思います。で、これからはもしかしたらとも子さんが、まあ、核になって、英語を教えられる方とか、それからお料理でもアシスタントの方とかをどんどんこうご自分が動かしていくような立場になっていく方だと思いますのでね、今はご自分動くことが多いかと思いますけども、そんな感じの、イメージがともこさんにもありますからね、ぜひ頑張ってください。ルーマニア料理の電子出版もね、楽しみにしますのでね。はい、久しぶりに聞いてみますと、いつも気づいた時には番組が終了しているからと。はい、しばらく毎週金曜日にね、はい、21時から定期講座ということでやってきます。それで飛び出すというか、まあ、電子書籍とソーシャルの融合体というハイブリッドでやっていくので、どんなことがこれから起こるかというと、やっぱりその読んでくださった方のご実談で何かすごく素敵なことが起こった方とかね、そういう方にもどんどん出演していただこうと思ってます。で、私ネット対談っていうのも一番得意な手法なんですけれども、皆さんがどこにいても、もう世界中どこにいてもライブ対談できますので、もう読者さんがどんどん出る読者番組に最終的にはしていきたいというふうに思ってます。はい、サリーさん、リホさんありがとうございました。サリーさん、私もアガリッシュ克服トレーニングスカイプで行ってますと、スカイプに大感謝と。サリーさんね、オンラインでコンサルするときに、アガリッシュの方はスカイプの方がいいんですよ。というのは、アガリッシュの方が全く知らないところの会場に行くまでのハードル高いでしょ。だから、アガリッシュの方はもう安心した環境な、クローズな環境の中でやりたいから、絶対スカイプトレーニングはね、いいと思いますよ。もう最適最適ね。はい。で、今度スカイプコンサルでもしやるときに、こんな手法を使うとね、楽しいんですけど、ちょっと今やってみましょうかね。私もよくやってるんですけど、これミニカムというエフェクト効果のできるやつ使ってるんですけども、例えばね、こんな感じとかね。これ何みたいな。そう、こんなのとかね、こうセミナールームの仮想セミナールームみたいなところですね。こんなお花のマークとかですね。はい、なんかほら楽しいじゃないですか。ちょっとお遊びっぽくですね。なんかセミナールームも決してその、なんだろうな、オフィス的なセミナールームじゃなくても全然いいと思うんですよね。だから私よくこういった背景とかよく使うんですけども、今日ちょっとエフェクト効果使えるかな、ちょっとやってみようかな。クロマキーっていう仕組みがあってね、ちょっと待ってね。で、これ何かというと、ちょっと今日ライティングがセッティングしてないかどうかなと思うんですけど、ちょっとこれね、やってみますよ。あ、これこっちのカメラじゃないとダメなのか。これね、コンサル、自分の仮想空間コンサルルームを作るときにこれを使ってるんですけども、ちょっと待ってね。これをカメラに戻して、はい、これ私オタクなんで、もう自分でこう調べてね、できるようになったんですけども、ちょっとやってみましょうかね。はい、これをですね、まず、皆さんの方にはこう内側の仕組みは見えてないんですけども、これをですね、こんな風にしまして、あれ、これだとダメなのか。ちょっと待ってね。はい、あ、これ、はい、ちょっと一回画面から消えますね。はい。で、消えたでしょ、一回画面から。そうすると私いなくなりましたよね。で、これですと、ほら、仮想空間スタジオみたいな感じで、楽しくないですか？はい。だから、テレビのスタジオセットから、こんな風にコンサルしたりとか、あとちょっとワイルドな気分な時にはこんな氷河とかね、こうおバカさんなんだけど、でもこれだいぶ背景違うだけでなんか気分変わりませんかね。こんな感じとかですね、あとなんかちょっとこうオフィスっぽい感じの雰囲気とかですね。はい、ね、じゃあ個人コンサル今から始めさせていただきますみたいなこんな雰囲気でやったりとかできますので、まあ、こういった黒巻きの仕組みとかですね、こんなのもなんか楽しかったりしますよね。はい、ちょっとじゃあ一回画面戻しますね、背景。あとはですね、この他にどんなことができるかというと、実際の今私のいる場面はこういう感じなんですよ。ただこれ黒巻きにするとこういうことができるという仕組みがあるんですね。
あとはまあ部屋に飾り気がなければカーテンつけてみたりとかね。あとここに猫置いてみて、こっちから出てくるとかね。ね、猫好きな方にはね、こんなこともね、いいんですよ。ね、仮想空間スタジオみたいな感じですね。こんなふうにやります。あとまあ対談する時とかにちょっとね、金の縁取りをこう入れてあげて、お客様はこう金の縁の中にから出てくるような、画面を作ってあげたりとかね、こんなこともできるんですけども、電子書籍とそれからライブのこうした、ライブ講座ですかね、これを組み合わせていくと、実際本にこういうふうに書かれてるけど、具体的にこれ見た目はどうなのかっていうふうな時あるじゃないですか。そういう時にこういったライブ講座でお教えしたりとか、あとは私が使ってるのは動画ですよね。動画のスキル系のものをたくさん作ってるんですけども、それを動画を見たら分かるようにしておくっていうのもとても大切なことなのかなというふうに思ってます。ということで、じゃあ皆様からのコメントをご紹介していきたいと思います。毎週すごいとありがとうございます。もう自分好きなので自分が喋りたいだけみたいなのあるんですけど、ただ寂しがり屋なので、オーストラリアで一人でやってるとね、寂しいので、皆さんとこうやってコミュニケーションさせていただくことで、エネルギーチャージをさせていただいてるような感じなんですよね、サリさんね。投げますと 9章ありますからね。だから毎週このテーマを話していくと、私話が長いので多分18週ぐらいになるかもしれないんですけど、とにかくね、自分の本のプロモーションにもなるし、私すごい好きなのは、自分で出版、今回頑張ってやってみたでしょ。それで売っていく時も誰かの他力本願じゃなくて自分で売ればいいと思ってるんですよ。というのは何かというと、自分のやっぱりプロデュースしたものだから、それを売っていくのはやっぱり、醍醐味なんですよね。だから例えばフェイスブックに何か記事を載せるとか、ブログを書くもそうなんですけど、何かアクションを起こせばちゃんと売れていくわけなんですよ、こういうふうに。これね、今回すごい喜びなんですね。だからまだ発売して何日も経ってないですけど、これ毎日いろんな手法で、自分の電子出版の本を絡めて書いて話していったりとかすると、皆さん読みたくなってくださるだろうなって自分が読者さんだと思うんですけども、それでしかも本を読むと、それにプラス、9週間にわたってオンライン講座がついてくる。でしかも本当は読者なのになぜか画面に出てるっていうことになるっていうのって、こう面白くないですか？私そういうこう混ぜ大好きなんですよね。だからもうどんどん皆さんの成功事例みたいなのをね、ご紹介していきたいなというふうに思ってます。電子書籍は最近目が悪くなったので読むのが疲れますと。なので本の朗読の CD などがあれば読む聞くに、なんてと思いましたと。それもね、考えてるんですよね。オーディオブック的なものだと思うんですけども、私すでにもうオーディオブック的なものっていうのは自分の、ビジネスの中で、4年前にやり始めてるものなんですけども、音を編集するソフトっていうのがあるんですけども、それを使ってパソコンで録音して、いらないとこ切り取って、トリミングっていうんですけど、切り取って音楽をつけて、エコーをかけて、で一つこう FM ステーションみたいな感じで作ってるのがあるんですけど、お客様との対談番組とか、それから自分の日曜日の、DJ コーナーみたいなので、そんな手法なんかを使うことがありますね。確かにね、オーディオいいよね。インストールしといて好きなところで聞けるんで、また動画とは違った良さがあるんじゃないかなと思いますね。キムさんの考え方、久々に触れて去年のことを思い出したと、よしやるぞっていう気持ちになりましたと、ありがとうございますと。幸子さん、本の関係で今度ちゃんと対談ね、1回出ていただいて、この間、ね、先週応援ライブで30分出ていただいたんですけども、4月の14日に5本出たばっかりですから、ね、一度ドラマセラピーのことと、ご本のことときちんと対談ね、プレゼントしますので、ぜひ番組の方でお待ちしております。私、幸子さんが幸せくんになっていく過程をなんとなくこう一緒にこう伴走させていただいた時期があったので、頑張れってこう応援してた時期がすごくあって、今もうあふれんばかりのもう超幸せな方になっていらっしゃるので、もう本当に嬉しいんですね。本の内容を今語っていただけるのがすごく楽しいですと。本を読むことよりも臨場感があり聞こえますと。
そうそう、うちの子ライブ見てるともう本買った気分になるから楽しいですね。はい、ハイブリッドすごい電子書籍の次はこれでしょと。もう私の中ではもう今までね、6年近くやってきたソーシャルメディアっていう、まあ、ベースがありますでしょ。だからそれと、まあ、その電子出版っていうのをこう融合させるっていうのは最初に頭の中にこう思いついたアイデアなんですよ。でそれは現時点では出版社さんを通す出版では非常識なことらしいということも分かったんですね。なので既存のそのいわゆるこの紙の本の世界から全く違ったものになっていく今ちょうど過渡期であるので、変わったその何て言うのかな、エイリアンみたいな人が最初にやってみると、なんだできるじゃないと思う人がきっと増えてくると思うので、そういった意味ではこの電子書籍関連の、まあ、エイリアン的な存在になっていきたいなっていうふうに思っています。はい、それではもういい加減ね、23時ですよオーストラリアは。はい、そろそろ締めくくっていこうかなと思うんですけども、あれでも待って、日本時間で10時なんだから、あれなんか時間 あれ待って、今日本時間10時なの。ってことはまだ喋ってて平気なの？あ、もう12時じゃん。あ、そうかそうかそうか、もうそうかそうか、あ、これ日本時間になってるのか、もう真夜中ですね。はい、ではそろそろ締めくくりの方に来て、まだ喋ってていいのとか言っちゃって、今度24時間ライブみたいなのもやってみようかと思ってるんですよね。はい、ではちょっと一度画面の方を戻していきたいと思います。ちょっと待ってね、こういろんな飾りを一回取ってですね、はい、これもね、自分でやりながらこう動かしながらやってますけど、はい、じゃ最後におまとめの方いきたいと思います。はい、まあ、読者様がですね交流できるページというのを私作っていきたいんですね。まあ、私にご縁をいただいて、まあ、ご本買ってくださったりとか講座を受けてくださったりとかってね、そういうご縁が多いと思うんですけども、それで皆様が読者様が交流できる交流ページというのを一つ固定ページで作りました。でそれがですね、私の先ほどのワードプレスの中にあるんですけども、はい、これなんですね。はい、マッカイキヨミ .com スラッシュ Kindle というところになるんですけども、はい、こちらですね、今出版直後なんでね、こういったちょっと宣伝というかランディングページになってますけども、こちらがどんどんこう更新されていって、それでここに読者様が交流していただけるようなページ、それから動画のもの、動画なんかもここに貼っていこうと思うんですけども、はい、こちらの方で皆さんが最新情報をゲットしていただけるページを作っていきたいと思っています。で、まあ、昨日もちょっと発表させていただいたんですけど、あ、今日発表させていただいたんですけども、電子書籍ってまだちょっとやっぱり皆さん馴染みが浅い部分があると思うんですよ。なのでここに皆さんが電子出版でご本を買っていただく時のやり方の動画を貼りました。ここなんですけれども、あ、これ花火の、これですね、何時間前に出てるやつかな、5時間前に出したやつなんですけども、iOS すごいと、Apple さすが、電子書籍の世界において、現時点で本家本元の Amazon の Kindle タブレットにはできなくても、iPhone、iPad にできること、それは動画力を大活用できることなんですと。それでは iPhone、iPad から Amazon Kindle の電子書籍を購入する方法を解説しますという動画を公開しています。で、これ実際に私の iPad を使って、まあ、購入をする、やり方をお教えしている動画になりますので、こちらぜひご覧いただきたいと思います。これちょっと貼っとこうかですね。これ貼っといた方がいいのかな、電子書籍を購入する方法と。これね、YouTube の方で公開してます。これちょっと今、ここに貼っときますね。これ便利でしょ、ソーシャルストリームって。こう貼ると皆さんのところにリンクが行きます。はい、それと、もう一つはですね、もう一個動画を今日公開したんですけども、これ一昨日作ったんですけども、iPad、iPhone、Android で電子書籍って購入できますと。スマホやタブレットで読書する時代がやってきます。電子書籍、日本で今後絶対すごい大ブームがやってきます。それは動物的直感、絶対来ますと。Amazon Kindle をはじめとする電子出版、英語圏に住む私がソーシャルメディアに出会った2008年の時も同じような何とも言えない巨大な続々感がありました。いや、本当そうだったんですよ。2014年、日本ではまだ、黎明期な電子出版、どうやって購入するのですかというご質問を今回本当にたくさんいただきましたので、Amazon Kindle の電子書籍購入方法2種類
ということで動画で解説します。こちらの下の方についているね、この異端児童育というところでは、これはあのパソコンから購入する方法ですね。はい、これを公開してますので、今日2本の動画を公開しました。で、今後ですね、こうやってあの様々な電子書店というのがあるんですけども、そちらの、あの書店によってやっぱり特徴が違ってくると思うんですけども、そんなところをですね、皆さんにあの解説していこうかなと思ってます。あ、これリンクがつくとダメなのか、貼れなくなってますね今日ね。あ、こっちに来てるか。はい、来てますね。はい、ですのでぜひ皆さん、あのまず動画とかでね、あ、なるほどなるほどと。で、今回あの私が書いたことをきっかけに、あの電子書籍を購入したの初めてなんですって方すごく多くて、すごい嬉しかったんですね。はい、サリーさん、ありがとうございます。2時間話してますか、すいません、もうすぐ終わります。はい、あかねさん、伊藤さん、あ、久しぶり、名古屋のあかねさんかな。はい、こんばんは、お久しぶり。今回のこのタイミングで清美さんの素敵なお話が聞けて、やる気がますます湧いてきましたと。たくさんお勉強させていただきました、ありがとうございますと。はい、あかねさん、ありがとうございます。あの名古屋のね、セミナー参加者さんのページの方にも今日、あの今日のライブの方をお知らせさせていただいたんですけども、あのママたちこそやっぱりね、あの自宅でしっかりとこう爪を研ぐんですよ、技を磨くんですね。それであの遠く行かなくてもね、あのお家で仕事できるような仕組みで、お家にいながらにしてやっぱりコミュニティを作っていくっていうね、醍醐味ですよね。まあ、そんなのをぜひ体験してほしいし、インターネットだったらね、あの本当にネットの向こうにもうリアルな友情やビジネスや、恋も、私の場合結婚もやってきましたけども、まあ、本当にそういう良きものがあるというふうに信じていくと、まあ、本当にその良きことが起こってくるんじゃないかっていう、なんかこうすごいシンプルな法則だって私は思ってます、ね、ですのであかねさんも、ぜひたくさんあのインターネットで良きものを引き寄せてほしいなというふうに思います。はい、ではもう2時間も話していますので、さすがにですね、このあたりであの失礼させていただこうと思ってるんですけども、はい、ですね、なんかこの辺に面白いなとかな、この辺になんかある、はい、この辺いきますか。はい、まあ、あの時にはあの今日はちゃんとちゃんとってなんですけど、あのちょっとオンラインセミナーっぽくやったんですけども、こんなね娘の服なんか借りてやってるんですけども、あの普段私はこうオンラインのユースも活用して、たまにこうね飲みながらやったりとかってこともあります。皆さんでこうあのねくつろいでちょっとこう好きな飲み物とか飲みながら、まあミーティングスタイルでやると意外とすごいビジネスアイデアとか出てきたりとかしますので、まあそういったワークショップ的なものもあの今後やっていければいいなというふうに思ってますのでね。はい、まずはあのとりあえずこの毎週金曜日、はい、最低でも、まあ、今日入れて9週間ですけれども、21時からあのオンライン実践講座やっていきたいと思いますので、ぜひ皆様からもですね、あの Facebook 等々であのご感想とかね、こんなテーマであの3章のあの辺をちょっとやってみたいですとかリクエストありましたら、あのぜひあのお送りください。はい、で、私の書籍の方は、マッカイキヨミ、Kindleで、あの Google 検索していただいたりするともうすぐあの上の方に出てきますので、よろしかったらね、あの250円であの販売してますので、ぜひ皆さんこのタブレットで読書するというこれからの方法をね、ぜひあのこの機会にお試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで、今日2時間走り続けちゃいましたけどすいませんね。はい、それでは以上になりましたけれども、今日はこのあたりで失礼します。来週も、金曜日日本時間の21時にお待ちしておりますので、飛び出して皆さんとどんどん絡んでいく電子書籍でございますので、ぜひまた見に来てください。素敵な、服だなと思ってました、娘の服でございました。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい、またねー。